い、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。というわけで今日はパンダネットさんの今事務局にお邪魔して、配信しております。今日の、ね、企画なんですけれども、みなで打倒平田智也七段多数決対局囲碁実況生配信という形でお送りしていきたいと思います。はい、皆さんも早くから来ていただいてありがとうございます。ですね、私としてはちょっとねお助け係というか、こう解説をするっていう立場なんですけど、皆様に分かりやすく説明しながら皆さんとねトークを楽しむ感じでやっていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。それではね、ここで対局相手の平田智也七段ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう映ってますもんね、はい、画面にね。そうですね、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、平田です。はい、平田智也七段とねコラボでやっていきたいと思います、はい、けれどもどうですか平田七段、今回のこの企画、はい、初めてですか、こういう多数決？はい、初めてです。指導対局とかはねしたことあるんですけど、1対1じゃないですか、基本的には、そうですね、あったとしても多面打ちで1人対4人とかでも1局ずつなんですけど、これ1局でたくさんの方と打つっていうのは初めてで、面白い試みですよね、面白いと思います。ですよね、簡単に意気込みとかもしありましたら聞かせてください。そう、今回3子ということで、結構、僕の方が厳しいんじゃないかなと思うんですが、皆さんやっぱ強い方が多いと思いますし、はい、多数決なので、候補がこう、いくつか出て、でさらに飛田さんのお助けもあるということで、そう、助けあるんですよ。いや相当もう本気で勝ちに行くつもりではやりますけど、皆さんどうぞお手柔らかに今日はよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね今日の対局の企画というか内容を簡単にご説明したいと思うんですけれども、多数決対局っていうのはそのパンダネットさんのね名物企画で、パンダネットさんの会員さんの参加者の方が打ちたいって思う手をねこう候補を挙げられるんですけど、その中で一番候補が高かった手が打たれるっていうことなんですね。でもこのパンダネット その会員さんじゃなくてもこうして YouTube で来ていただいて一緒に予想したりとかどんな手打つかなって予想し楽しんでいただくっていうので十分嬉しいので、ぜひぜひねこうご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。で先ほども申し上げたんですけどね、皆さんが少しでも勝利に近づくように私も解説しますし、ここぞという時はこのようにねちょっとお助けの一手、これも私の一存で決めさせていただけるそうなんですけど打っていくので、ちょっとね皆さん一連となって頑張っていきたいと思います。今回ね対局が終わった後は平田先生と一緒にこの今飛び先チャンネルなんですけど、パンダネットさんのチャンネルの方に移行して簡単に解説とかもねさせていただくので、そのあたりも合わせてね楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんも、そこもねご視聴いただけたら嬉しいです。はい、というわけでね、そろそろね対局の時間が始まりそうっていうかもうそろそろだと思うんですけれども、今ちょっとね配信のちょっと準備をしておりますので、ちょっと平田先生とね、はい、トークじゃないですけども、トークですか、やっていきたいなと思います。はい、はい、広島のお好み焼きにしちゃえと早速ねこう来てくださってる方が、それどういうあれですか、もう広島ご出身なんですね。あ、そうですね、はい、はい、僕は広島出身でカープファンで、カープファンで、はい、もう今日自分の対局もそうなんですけどカープの試合もやってるんで、ちょっとそっちも気になるんで試合、そっちの試合経過もコメント欄で教えていただけると助かります。広島の試合を気にする余裕があるということですね。広島のどこでしょうって、僕は市内、本当に、はい、もう新幹線降りて5分ぐらいのところに今は、はい、そうなんですね、かなり、はい、市内の駅近いところにですね、はい、いや私も一回行ったことありますけど、めちゃくちゃ囲碁熱がすごいですね、はい、そうですね、はい、棋戦もいくつか、はい、立ち上げていただいて、はい、ルミハイだったり、ルミハイ、あとはマスターズカップとかもありましたし、そう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 、あとトライカップ団体戦の
はい、棋戦が多いですね。そうですね、でもトライカップとアルミハイは優勝させてもらったんで、次はそのうちマスターズの方にいつか出られるマスターズ年齢いくつかなんでしたっけ？といいかなとは思ってるんですけど、まあ、そんな感じですね、はい、いやいや私もなんか棋戦行ってみたいですね。一回アルミハイで行かせていただいたんですけど、はい、またぜひ行ってみたいなと思います。あ、声小さいですか私？大丈夫ですか皆さん？で声どうでしょう、平田先生と私の声はどうですか？ちょっと どうでしょう、あの、はい、聞きづらかったら言っていただいたら調整しますので、はい、あの今のうちに。先ほどねマイクテストした時は大丈夫そうだったんですけど、はい、うん、ちょうど良かったんですが、でも皆様から聞いててどうだろう、大きすぎたり小さすぎたり、はい、あ、普通に聞こえてますか？よかったです。ああ、よかったです。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。平田先生といえばね、もう本当に囲碁フォーカスで、はい、あの講師を務められるなど、もう大人気の。いやもう本当に運よくというか、まあたまたま選んでいただいて。いやでもまあ今年半年間ですね、もうあの今は鶴山先生に交代したんですけれども、うんうん、半年間務めさせていただいて、非常に本当に貴重な経験になりましたね、うん、いや素晴らしかった。私もいつも拝見してたんですけど、はい、あ、そうなんですか。いや僕もあの飛び先チャンネルはいつも拝見しておりますけど、いやいやもう何の時間にコメ合いみたいなコメ合いみたいなことになってますけど皆さんあれです、この機会にもし今聞いてみたいこととかあったら、もうちょっと準備に時間かかるみたいなので、はい、あのご質問とか今のうちにあの平田先生や私でもいいんですけど、なんだろうな、なんかこうね、普段どうしてるかとか、あの勉強方法とか何でもいいんでぜひね、あの聞いていただけたらと思います、はい、僕の方でもねコメント見られるようになってるので。本当ですか、はい、そうなんですね。モニター、まあ、ちょっと左側にあるんで、こう視線があっちに行ってるときはコメント読んでるんだとあ、そっかそっか、はい、そうそう、左にもモニターがあるんですよ。そうですね、はい、モニターがあるんで。これね、まあ、多数決対局で実況って形なんですけど、はい、実は平田先生と私、まあ、ちょっと距離はあるんですけども、ね、隣なんですよ、はい、すぐに、はい、だから私の声は逆に先生に筒抜けだし、まあ、先生もなんかね、確かに僕も喋りながら多分打つことになると思うのでもう全部あの皆さんにそう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 、心の声もダダ漏れなので、心の声むしろこれはちょっと本当に厳しい戦いだなと今日は感じておりますけれども。三子ってでもどうなんですか、私の印象だとね、はい、トッププロに三子ってあんま六段強ないと厳しいイメージだったんですよ。まあ、まあ、そうですね、うん、まあ、三子で勝ってれば六段はあるかなという感じですけど、でもパンダネットさんは十段まであれでしたっけ。そう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 、もっと10段ですよね。10段まである、じゃあ10段の方が参加されてる可能性ってなると逆にこっちが3子置かないといけないぐらいなんじゃないかとちょっと危惧してるんですけど。そうか、3子きついですね。こういう企画は以前にもあったのでしょうか。あ、あったみたいですね、はい、こういう企画はね、はい、まあ、あのすごい久しぶりらしいんですけど、あったらしいです。ただこの YouTube で配信するっていうのは多分ね初めてだと思います。はい、以前は清成先生と関西棋院の清成先生とかが行われたという話は、はい、清成哲也先生。あ、そうですね、はい、そうなんですね。僕がやるのでも今回初めてですね、うん、私も全く初めてですね。研究資料って紙とかにまとめてるんですか、それともすべて覚えてるんですか。あ、あの囲碁フォーカスの時の資料ですかね、はい、研究の、そういうこと、ね、普段の勉強ってことですかね。普段の勉強って意味ですか。囲碁フォーカスの方は一応台本があるので、うんうん、まあ、それの通りに基本的には行っていく感じですね、うん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 、普段の勉強は紙にまとめたりはあまりしないですかね、まあ、基本的には、まあ、例えば AI を使って勉強したとしても、うん、まあ、その局面を理解するとか、まあ、暗記っていう、全部暗記したからといって強くなるかどうかはわからないので、あとあんまり僕は記憶力が良くないので。嘘、本当ですか。そうですね、記憶力のスペシャリスト的イメージなんですけど、私なんか布石とか定石とか全部研究してて覚えてらっしゃいそう。あ、でもここで、はい、あの準備が整ったそうなので、はい、ね、あのお待たせしました、対局の開始となってきました。はい、それでは皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、平田先生よろしくお願いします、はい。
で一手目を打てばいいですね。はい、はい、あ、今着手されましたね。1手目を打ちました。はい、科目ですね。これはちなみに、あの会員の皆様はあれなんですよ、その45秒以内に、まあ、1手打つと。でこれ、まあ、今皆さんご覧になった通り A、B、まあ、B がなんか3つありますね。この A っていうのが、あの最有力候補ですね、一番投票数が多い。で、まあ、B っていうのが、まあ、その次に多い候補っていうことになっております。はい。で、まあ、平田先生の時間は無制限で、まあ、こちら黒は、まあ、45秒で多分その一番投票数が多い手を、まあ、打つという形になると思うんですね。まあ、この時点ではね、どういう風に打っても一局かなっていうところはあるんですけど、そうですね、まあ、A、かかり。はい、かかり。まあ、私が黒持ってても、ここはそうです、なんかかかっていきたいような。いや、それいい手ですね、もういきなり。これはちょっと、皆さんお強いですね。早くも、初手ですけど。A、そう。で、まあ、ここに桂馬に打った。この手はね、なんか今流行ってる手ですよね、平田先生。そうですね、うん、なんかかけられてしまうのがちょっと嫌なので、あ、まあ受けるという感じですかね。まあでも僕のこの解説はね、皆さんごまかすために喋ってるっていう意味もあるので、惑わされないように。あ、私も惑わされないようにしなきゃいけない。僕はでも、まあ、かけっていうのはこういう手ですよね。この進行は白は嫌ったってことだと思うんですけど、でも今日は全力で勝ちに行くんで、どんな手を使ってでも勝とうと。いや、すごい気迫ですよね。でも本気で今日平田先生は勝ちに来られますよ。いや、多数決ってミス出にくい気がするんですよ、1対1に比べて、はい、多分ないでしょうね。ですよね、うん、ミスが出にくいとなると、うん、なかなかこう置き碁って差が縮まっていかないじゃないですか。そうですね、はい、なので大変ですね、うん、まあそうですね、確かにミスが出ないで正しい手打たれるとどうしても最初の3目が響いてきちゃうかなと。でもここね、今つけた手っていうのは、まあこれも流行の手だと思うんですけど、まあ A の膨れが圧倒的に人気。まあ A か B、 C っていう意見がありますね。 C も3番人気。C に打ったら何だろう、まあ新しい感じですよね。確かにそうですね。まあ A ですか。A ですかね。私はまあ A か B かなと思うけど、まあ A ですかね。どうしようかな。ここね、悩ましいんじゃないですか先生。これでも僕時間無制限なんですよね。そうですね。まあでもまあ皆さんお待たせするのも良くないので、僕は基本的には早く打ちます。おお。瞬間で C は十段当ててくれたら嬉しい。ああ、僕もねコメント見られるんでね、皆さん。そうですよね、当てなかったですよちゃんと。平田先生もコメント見てくださってる。何かあったのかなって。いや特に何もないですけどね。気合が入ってますからね。気合、うん、僕指導を、まあ、普段あまりしないんですけど、うんうんうん、広島に帰った時とかにイベントとかで、はい、やらせていただくことがあって、うん、で僕にがプロを目指すきっかけとなった山本健太郎先生、関西の、うん、わかります、はい、広島在住の先生が指導をするときはもう鬼の指導語なんですよ。もう絶対勝つみたいな。僕はそれ、そう、それを見習ってどんな相手でも勝ちに行く指導語をしなさいっていう風に小さい時に習ったんで。なるほどね。じゃあその薫陶を受けてもう指導語だろうが何だろうが絶対に勝ちに行くっていう。そうですね。まあでもまあ1対1人の場合とかは、まあ、お相手を見て、うんうん、この人はまあ1目ぐらい勝たせようかなみたいな。1目ぐらい、その辺の調整も。あ、もう調節はもう、はい、もう光の碁で東谷明が指導語4面打ちで全部事後にしてるじゃないですか、うん、やってましたね。だいたい東谷明ができることは僕も全部できるんで。すごい、さすがですね。私あれ嘘やろうと思って、プロなら100回やって100回成功させるとか言ってるじゃないですか、マスターが。あー、もう無理だと思って。さすがですね、やっぱ平田先生。まあ計算力がそりわけ素晴らしいイメージですよね。
まあ、ちょっと進んでますけど、まあ、オーソドックスな布石ですね、ここまでは。そうですね、はい、割とオーソドックスな布石、まあ、でも平田先生にはぜひ自由で楽しい布石を見てほしいですというコメントを。その言葉を知ってらっしゃるんですね。そう、いや、そりゃもうきっと皆様見てくださってる方が多かったんじゃないですか。なるほど、さすが将来の名人っていう風に、ね、言われてます。まあでもそうですね、白としてはあれなんですよ、これ今上辺右上にかかって、まあ、黒大ゲイマに受けて、まあ、今左下に行きましたよね。まあ、これはつまりこういろんなところにこう石を散らばせて、まあ、盤面をできるだけなんだろうな、こう、まあ、難しくしようっていうんですかね。あまりこう上辺だけ偏って打ったりするんじゃなくて、パラパラ打つことで、まあ、あのなんだろうな、こう局面をね少しずつ難しくしていこうっていうことなんですが、まあ、ここで出てる ABCDE これも全部ありだと思います、ね、いや全部いい手ですね。なんかたまには変な候補手ないんですか。今のところはない。皆さん強くないですか。ちょっと皆さん強いですね今のところ。そうですね、だってね何の握手もないし、うん、ここまでなんかそのなんだろう、黒の方の候補手を見ていると、まあ、結構レベルが高めの方が多いかなっていう印象は受けたんですけど、まあ、いろんな方がご参加できるんですけどね。なんだろう、変な手が一手もないんですね。ここないですよね、うん、ちょっと困るな。はい、あでもなんかこれ仕掛けてきましたね、この左上の黒。ゴキゴっぽいでしょこれ。やだな、なんか狙ってるんじゃないですか。これはまあとりあえず黒としては左上をとりあえず白プレッシャーかけてるから、そう A と補強するか、あるいは C と積極的に、まあ、挟んでいく、左辺割り打っていって挟んでいく、まあ、B で脱出するのもまあなるほどありですね。頭出すのもあり、だからこの候補手も確かに、まあ、ありですね、全部なるほどなと思います。まあ、私はビビリなんでこういうのすぐ A に行っちゃうタイプなんですけどね。私ビビリですよ。そんなイメージないんですけど。いや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 、森田さん結構ガンガン来る。いやそんなことはないですね。私こういうのは A タイプだけど、でも C に行ってみたい気持ちもあるし悩ましい。まあでも A に打たれましたね、うんうんうん、これいい手だと思うんですよ、この左目の白。冷静ですね。そう、冷静な手。どうしましょうか。まあね、平田先生を悩ませてますよ今のところね。いや困っちゃうな。どうしよう、うん、これって意味としては左上の黒を補強しつつ、白のことちょっと狙ってもいるわけですよね。ちょっと雰囲気出していこうかな。うわ、確かに自由で楽しいでしょ。楽しそうに言ってるでしょ。自由で楽しい、このこれは楽しいですね。とりあえずね、ここで黒が判断すべきことは、左上の黒が生きてるのか守らなきゃいけないのかということをね、まずは判断しないといけないですね。だからこの左上が危ないと見れば E って噛み取る手が有力になってくるんですが、 A って挟む手、もうこれはだから左上生きてるから、 一番 A 一番いい手だな。ちょっと A さっきの噛み取ってくれないかな。ちょっと皆さん、これ噛み取りはねまだいらないんですよ。噛み取りなくなりました、候補から。噛み取る以外のもみんな攻撃する手を全部。いやちょっとおきごってね、基本攻撃した方がいいんですよ最初って。え、そうなんですか。はい、これちょっと皆さんにコツを教えてるようで、ちょっとあれなんですけど、うん、最初3対1から始まるじゃないですか。そうですね。で、まあ、打ったら4対1じゃないですか、はい、4対1の喧嘩ってどっちが強いと思いますか、うん、それ4でしょうね。4ですよね、うん、もう喧嘩ってよりもただいじめですよね、うん、4道は。確かに。でもこれが100手後とか進んだら104対100になるんですよ、うん、あそれは104対100は別にただの戦争じゃないですか、うん、割といい勝負できるから、うんうん、4対1の初めの方にいじめとくのが置き碁は勝ちやすいんですよ、うんうん、なるほど。いや皆さんちょっと今のはいいこと言ったでしょ。めちゃくちゃいいこと言ったでしょ。皆さんこれよかったですね、今これご覧になってる方。いや正直私も勉強になりました。置き碁の勝ち方は手堅く逃げ切るべしと思ってたので、最初ガンガン行って、うん、ちょっとリードしたら、うん、まあ、あとはしっかり守っとけば大体勝ってるんですよ。はあ、いや、ちょっといいこと教えちゃったな。その通りだと思います。やばいぞ、こっからパンダネット会員さんの猛攻が始まりますね、有利な間に。しかしでもガンガン攻めてるね。え、このコスミはしかしひねりましたね、平田先生。これはね、最新系でもないかな、うん、でもちょっとみんな知らないんじゃないかなと思って。わかんないけど A が今2つ出てるんですけど、
両方とも攻撃的な手。いやどれもねいい手なんですね。これは今 ABCDE って出てるじゃないですか。全部ありな気がするんですよね。飛び先あかんや守り切るとかって。すいませんすいませんすいません、これからは攻めるようにとお伝えします。そうなんですよね、浮き子はね特に最初の方がね。うん、これでもね手抜きっていう案もある。なるほど、手抜きはでもちょっと怖そうですけど、うん、まあでも手抜き、あ、まあそうですよね、手込み、いやそうですよね、これもまあいろいろありますよね。皆さん知ってますね、囲碁、これね少し前のね言っちゃうとね名人戦にねあったんですよ、うんうん、名人戦、はい、井山先生と、うん、ドラマルの、おつい最近ですよね、じゃあ一番最近の名人戦。そうなんですよ。その時はどこに打ったんですか、黒は。いや、教えないです。秘密にされてしまった、はい。でもこの手はね、いい手だと思いますね。いや、これ正直、どう打ってもありだなと思ったんですが、どうするかな。とりあえず、わー、厳しいですね、これ。まあ、ただ一路違うんですよね、あったとき、その、名人戦の時と、あ、状況がね、はい、若干、まあ、このコスんだ手っていうのは、まあ、ちょっと簡単に説明すると、まあ、例えば他の場所に打ったらこう跳ね出していってね、このように脱出できますよって、この時にちょうどこのカケツギがいることで切れないですよっていうのがこのコスんだ手の意味だったので、まあ、それをこの黒が打った手っていうのは、まあ、この手ですね、外したんですよね。こう守った手、今の白の狙いを防いだ手っていうことでも非常にいい手で、まあここでこれはもうね、これはこうか、もしくはこちらに、まあ、気持ちとしては頑張っていきたい、はい、そうですね、頑張っていきたい。まあでも候補に出てたこの手もまあある手なんですが、やはりねここ厳しくねやっていきたいかなと。まあ私が黒持ってても同じように打つし、私は黒持っててもなんだろう、これこんなに上手に打てるのかわからない、トラウマルと同じように打ってるぞ。完璧らしいです。これはまずい、これ名人戦を再現してるらしいですよ。強い、強いな、隅を抑え、あ、隅を抑えが、うん、私も有力 だと思いますね。これ、まあ、C で打つとこれ主張なんですけどね、こういう状な主張ね、主張はね僕ね最近読めるようになったんですよ。え、もともと読めたんじゃない、主張ね、これに当たるんで C に打つのはやや危険かもしれないかなと。 A か B で考えたいんですが、個人的にはね、わからない、わからないですよ。でも逆にこれ僕が勝ったら、まあ、皆さんトラマルってことじゃないですか、うん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 、トラマルに3子を浮かせて勝ったぞっていうことも言えるわけですよね。まあそういうことになりますね。自慢できるっていうことですよね。そうですね、うん、そうしよう。いやでもね僕ね、ドラマルに9子を貸したことあるんですよ。え、いつのことですか。ね、10年ぐらい前かな。最初に、そう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 、うん、最初にね、本道場に、うんうん、勉強してた時があって、うん、でトラマルが、はい、道場に入ってきて、うん、その1日目の時かな、九死で打ったんですよ。その時トラマル先生っておいくつぐらいだったんですか。多分小学校 3,4 年生ぐらいでしたかね、多分 もうちょっと小さかった、まあでも小学生ぐらいでした。あ、そうなんですか、はい、それが今や、ね、今日もタイトル戦を打ってましたけど、うん、そうですね、王座戦ですよ ね、 そ う、 ですね。そうか、いや九死を犯せるっていうなかなかいないですね、そんな人初めて聞きました、虎丸先生に九死を犯せた。同じように平田先生に九死を犯せたんだよって自慢してる方もどこかにいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、多分広島に行けば広島に行けばいっぱいいる、はい、いっぱいそういう方にはたくさんいると思いますね。はい、そうですね、これはまあ現状ね、ちょっと5番にちょっと戻ると、まあ当たり、まあこれもう A 一択だと思うんですけど、うん、一応この右上にあるこの白3個は取れましたね、はい、取れました、取られちゃいました。で右上の一帯はまあ黒の陣地と考えていいと思うんですよ。ただし白はね厚みができた、まあちょっと簡単にまあやると、これまあ黒はまあこう受けるぐらいなんですけど、
まあ、この上辺にねこう厚みができてきたので、ここをね一気に拡大されるとか、ここは戦いの主戦場になるような展開になってくると、まあ、平田先生が喜ばれる展開かもしれないです。とはいえ黒は実利が多いので、まあ、不満のない別れだと個人的には思ってるんですが、平田先生も不満なしと思ってる可能性もありますね。いやーでもここまでも完璧ですよね。完璧ですか黒。はい、まあ、そうですね、虎丸先生のおっしゃる通り、うん、打たれた通りに打たれてますもんね。ちょっと厳しいな苦しめてますよ皆さん。しかもね、富田さんのお助けカードまであるんですよね。あるんですけどね、いらないんじゃないですかちょっと全く必要が感じられないですね。ここまで対戦相手の視点も解説できるんですよ。いやありがとうございます。聞きたいな。白模様がねふんわりしてる、うん、まあ、そこの一手ですよね。切りたいってね、まあ、今ね言ってるけど、そう白切りの弱点がある。あでもこの肩つき、これもだからまあ模様を意識しつつ黒の左下にプレッシャーかけてる手、まあ ABBB どの B もしかしありですね。まあ一番多分ね、一般論で多いのが、いやこのでも A のツケ、さっきの A の押しも良かったんですけど、今候補に上がってる今 B と A がね若干入れ替わってるんですけど、このどっちもいい手ですね。でも A がいいって言っても結構厳しい。これ多い順に ABCD ですよね。はい、多い順に ABCD なんですよ。いやこれもこれも捨てがたい。着実ですね皆さん。 A がねちょっとね揺れてますね。まあ、こうやるとまあおそらくこうなりますね。こうやるとこうやろうっていうことなんですよ、うん、そちらでしたか。で、まあ、こっちつけると、まあ、こういうような進行が予想されるということなんですけど、まあ、一長一短ですよね。これだとまあ左がちょっと固まっちゃうような意味もあるし、まあ、こうやってまあ実戦もこうなって飛ばせて、ここでそうですね何かこう、まあ、こうとか、そうですね今候補に出ている、ごめんなさいね、これ A か、 A が最有力候補、これはねありですね、いい手だと思いますね。まあ、こう跳ねてきた時にここでどうするかっていうことですね。ちょっとした手筋があるんですよ。ここに打つのがいい手かなと。まあ、白の狙いとしては、まあ、こういうふうに抑え込んでいって、まあ、黒をねこう閉じ込めてこの模様を一気に広くできたらいいなっていうのがまあ白の作戦だと思うので、なんかねうまく脱出する手を考えたいのではないだろうかと。いやでもまあその通りになってますよ、ちょっと。うーんなりましたね。そうでこうなるでしょ。富田さんのね素晴らしい解説が。旅先リーダーヒント炸裂。言い過ぎたかな。いやちょっとわかんない、ちょっとわかんなかったです。言い過ぎたかもしれない。いやこれどうなんでしょうね。あでもね例えばね打ちたいところに選択肢が出ないっておっしゃってる方いらっしゃるんですけど、気軽にここ打ちたいなって、例えばこれ H の3とかってこうなんか例えば言えるじゃないですか、こうなんて言うでしょう、座標で見れると思うので、仮になくても自分だったらこう打ちたいです、こう言ったらどうなりますか的な質問も大歓迎ですね。はい、皆さんがなんだろう打ってみたいけど候補手にない、そういう気になる手をねぜひ言っていただけたら嬉しいです。どんどん答えていきますよ。あ行きました行きました。だからさっきの聞いてなくても多分皆さん行きましたよ、これこの雰囲気は。本当かな。うーん強いですね。これ私ね逆にね、うん、ここで白がどうするのかが見たいです。本当ですか。私ここで白どうするんやろっていうのがちょっと見てみたいですね。どうしましょうかね。う切るか当てるか伸びるか。切るか当てるか伸びるか。どこがいいですか。逆にこっちの手をね皆さんに多数決で問いかけるっていう斬新な試みで、僕はね今ね切るか当てるか伸びるかで悩んでるんですよ。待ってくださいね。切りっていうのはちなみにあ切りですね、はい、切り、まあ、まずこの 手、平田先生から皆様にね聞いてみたい。そうです、次の手この手か、この手から打つか冷静に伸びるか、はい、で今迷ってるんですよ。この3択で迷われてるそうです。この切りか伸び、うん、当てか伸び、この3択だったら皆様どう打ちたいでしょうか。切ってほしい、
切ってほしいか。切りとね伸びが手抜きはちょっとね厳しいかな。自由で楽しすぎますね。それはかな。手抜きは平田先生的には、まあ、切ってほしいか。多分だから手抜くとここ切られて崩壊しちゃうってことだと思うんですよね。こう当てられて。だから、うん、伸びがちょっと増えてきたぞ。伸びが増えましたね。伸び派が圧倒的に今は多い感じですね。伸びでいいですか。じゃあ伸びますか。伸びましょう。じゃあ伸びましたね。でも伸びはいい手だと。本当ですか。勇気が。じゃあ皆さんが強いってことですね。単純にというか冷静ですね。ここでね ABCA、 まあ、うん、ABC どこかだよね。A ね、うん、A ね、これが気になるって方いらっしゃると思うんですよ。 A に打ったらこんな斜めになってるからと。ここで手筋使おうってことだと思うんですね。こうやって1個取らせてこういうような展開にしていこうっていうことかなと思うんですけどB も C もしかしありなんですよ、そういう意味では。つまりもうこの、ね、1個はもう常におとりにするっていうような。 B 積極的ですね。B は積極的です。お、行きました、行きました。今変わりましたよね、急に A だったのがこれに。ですよね。コスミもありそう。なるほど、コスミはしかし良さそうですね。なるほど、コスミも良さそう。まあ、じゃあここで切ってみよう。切りましたよ、来ましたよ皆さん。これ恐れていたのはこの手ですね。いや、ここでこれでもどっちもありそうですけどね。どっちもあるな。 A と B、まあ、こうやったらなんだろう、これ、まあ、こっちつないで多分2目切り離して戦いになるんでしょうね。で、まあ、A と打って捨てる選択肢にすると、まあこう連絡していく、戦いにするか、なんだろうな、冷静に穏やかに打つか。穏やかに打つか。富田さん解説上手ですね、さすがに。いやいやいや、ちょっと見習いたいな。何をおっしゃってるんですか。的確に。なんかさっきコメントで飛び先プロみたいってなんかありましたけど、飛び先普通に強いプロですからね、皆さん。いやいや、平田先生にはいつもゲーム実況してる人って思われがちですけど、もうバリバリにね、この前もね、僕富田さんのご解説させてもらったんですけど、うんうん、あれもね、棋戦のね上の方で戦ってるんですよ皆さん。いや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 、なんでめちゃめちゃ強いんですよ。いやー、そんなことないですよ。解説棋戦、いやー、こんなもう風に言ってくださってるんですけども、平田先生といえばもう超一流棋士です。リーグ入りもしてますし、もうそんな先生にね、ちょっと光栄すぎて恥ずかしいんですけど、これは抜かせるの悪くないんですかっていうね、お声があるんですけど、まあ確かに抜かせたくない気持ちはすごいあるんですが、抜かせることによってこの連絡していく黒の形もすごくいい形なんですよね。だからその抜かせること自体確かにマイナスなんですが、その後の出来上がりの図も黒悪くないっていうことで、まあ結果的にその悪くないと。ただ抜かせるだけで黒の形が悪いとかだったらいまいちなんですけどね。その後の黒の出来上がりの形が素晴らしいので、まあありかなっていうことなんですね。で、まあ実戦の進行はちなみにね、もし私が黒持っててもこう打つだろうなっていう進行と、まあもう変わらないというか、もうそれ以上というか、めちゃめちゃ強いじゃないですか。めちゃめちゃ強いと思うんですよ。平田先生的にはどうですか。いや、これもうダメですね。ダメ？早くも？そうそう、そうおっしゃってる、お茶さんがね、今おっしゃってくださった通り、白模様が怖かったので、こういうふうに黒が連絡していく展開になって、模様ぼかせたら、かなり嬉しいですよね。かなり嬉しいです。お、ひろゆきさん、ありがとうございます。お、恥ずかしながら初めて囲碁を見ていますっていう方がいらっしゃってます。ありがたいですね。嬉しいですね。こういうコメント本当に嬉しいですよね。確かに。はい。でも富田さんのチャンネルね、そういう方多いですよね。いやー、すごいね、嬉しい。ね、知らない方がこう見てくださってるっていうのも。僕がね、解説し、日本棋院のチャンネルの方で解説した時も、なんかそういう富田さんのいつも見てますよっていうので、囲碁やったことないけど、はい、富田さんの応援を しに来ましたみたいなコメントとかあったんで。いや、嬉しすぎますね。
いやもう本当嬉しいです。それが一番嬉しい。やっぱ囲碁って楽しいゲームなのでね。でもどうしてもそれが伝わりづらいようなところがちょっとあったりするんで、もうぜひこういうね機会とかにどんどん囲碁面白いなと思っていただいたりとか見ていただくと本当に嬉しいですよね。これ飛崎さん生放送の時の人強い人みたい。そうですね、強いですね。いやーここまで完璧。これめっちゃ候補今出てますね。 ABCDE が3つ。まあ A は隅をしっかりと実利にしていこうっていう手ですね。 A ちょっと怖いですけどね。あでも A はね、そうか、いや皆さん知ってますね。 A はちょっと怖いですけどね。今さっき聞こえましたけど怖いけど、いやもう皆さん、うん、本当に光栄ですよ。本当に言っていただいて。これはまあ、A に打ったのは、まあ、A と B の2択。そうですね、まあ、ここは2択ですね。2択ですね、はい、まあ、どっちか、どっちもありそうですけどね。こっちから打つと、まあ、こういう展開が予想されるんですかね。一応左下隅は白地、黒地取れるんですけど、まあ、白もそこそこ大きな地が見込めるよということなんですが、ここで交互に出てる B、これ抜かれた時に当たりになってるのでつながないといけなくて、まあこういう進行が予想されるわけですね。だから うん、つなぎ、そうですね、今つながれたこの手は一番わかりやすいかなという気がしますね。だからなんだろう、黒としては、まあ、盛り上がってきましたよね。こうなんていうか左下に、まあ、厚みができてきましたね。まあその代わり平田先生は実利を取られてるわけなんですけど、あでも待って、今のこのつなぎっていうのは狙ってるかもしれない。黒いや狙ってますよ。狙ってる、厚みだと思ってたけどえこれ狙われてる。うん、 A が今候補で、確かにこれがもう最有力候補ですけど、これ怖い。いやこっから平田先生が来ますよ。あのトッププロの本気の攻撃が来るので、はい、ここまでは完璧でしたけど怖いなぁはい、まあ黒形悪くなりそう。次の団子で気が引ける。そうなんですよね。いやその方はね美的センスがありますね。美的センスありますね。でもね仕方ない気がしますね。確かに気が引けるんですけど、うん、頑張るとこういう展開にされちゃうともうね一気に白の攻勢に立っちゃうので、やはり極力、やっぱりねその確かに形が崩されて嫌なんですが、ここは我慢ですね。いやこれもね僕悩ましいな、どっちから当てるかっていうところなんですよ。これ S の16に打ちたいなっていうのは白の手ですかね。 S の16、あこれ黒ですね。うん、黒の当たり、あ確かにね、これ一発これが打てたら良かったですよね。でも多分受けてくれないで切ってきますね、これだと。そうですね、それは切る予定でしたけど、つなぎはいい手なんですよ。これでも僕どっちから当てるんだろう。どっちからはいいのかな。これかね、これで悩んでおられますね。まあ、冷静にちょっといやもう怖すぎますよね。ちょっとこのこういう時なんですよね、石が接触してきた時。そうなんですよね。まあでも多数決だとね、うん、なかなかね接触してきてもね、さっきから思ってるんですけど、はい、右上でもそうでしたし、はい、今左下もやってますけど、はい、なんで間違えてくれないんですよ。確かに、ね、間違えられないですね、なかなか。まあ、万が一間違えそうになっていたら私がこのねお助けを出しますけどね。あ確かに、ね、あ前、あちょっと行動まで読まれてる。いや前の読みになった。完全に読みに来てる。いやそうなんです、逆から当てる手をね今、うん、読んでたんですよ逆から当てて下がってかけついでみたいな、うん、さっきのつなぎがとがめられた。いやつなぎはとがめられてないですね。一応つないだことによって黒はしっかりした形にはなっているので、あの一応まあ一応この時点でまあ黒としてはもうあのまあ仕方がないというかまあ善戦している形だと思いますよ。うん、ま、いやこれ何のね、うん、黒ね不満もないですよ、うん、と思いますね。一見ちょっと団子にされてねちょっとやられてる感はあるんですけど、あの白だってこの3個弱いですから、
つい相手が平田先生だと思うとね怖くなってくるけど、白だって弱い石を抱えてるっていうこともあるのでね。キリ1は悪手ですか？いや悪手じゃないと思いますね。いやキリ1一発入れとくのもありです。ただあれなんですよ、幸運争いになった時の功罪に取っておきたいなっていうのが若干あるんですよね。いつでも切ったら受けてくれるとしたら功罪にしときたいかなと。黒の石はすごい団子だけど不満ない。まあそうですね、いやここはからの展開次第なんですけどね。これが攻められる展開になると、うんうん、あの不満な形ってことになっちゃうんですけど、ここでしっかり戦えたらあの白の石、この白3個ですね、くっついている攻めれるってことで悪くない。 ABCDE、まあ、全部攻撃的な手ですよね。どれも良さそうですね。はい、全部攻撃的な手。2目伸びたいっていう、まあ、D ですね。 D も一つの形で気になるところですよね。2段に跳ねたい。いやまあでも A 打ちたいですね、これ。はい、打ちたいですよね。A と、そうそう、白を思いっきり畳みかけてやっていく。まあ、これはもう A、まあ、ここは A 一択ですね。はい、ここを抜ければね、これやっとねやる気出てきますよ。そう、これねあれなんですよ。こっちから今度やっちゃう、ああごめんなさい。これ今度やっちゃうと、今度はこれ抜かれるとあの黒石同士がバラバラになっちゃうから、さっきのステージとはちょっと違うんですね。ちょっとね違いますね。ちょっと違うわけですね。さっきのねステージにして、うん、自分がつながる形でしたけど、はい、これステージにした瞬間にあの離れ離れになっちゃうんで、そう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 、ここにどこが切れてるかっていうのを見ておくと間違いがね減りますよ。そうですね。ああよかったです、うん、A になって。でも今一応 B も候補に上がってたので、ちょっと大変。いやちょっとね B に言ってくれないかなって思ったんですけど、まあそんなわけないですよね。まあね、ここまでは平田先生の本音がまだ聞けてない気がすると。まあ同感ですね。でも半分本音が入ってる気もするんですけどね。いや黒がうまく打たれてるのは間違いないですよ、うん、だから半分は本音、ね、ですよ。でもねわかんない、だからちょっとまだは確かにわかんない。1、まあ、箇所ね、最初のこう2の2の曲がりだけはちょっとありがたいかなって思ったんですよ。そうなんですか。それだけですね。でも私打ったかもしんない2の2に2の2だけはちょっとありがたいなって思いました。あとはね、うん、もうすごい嫌です。ずっとあとはすごい嫌、はい、まあでも最初の2の2は言ってもそのそんなに悪手ってことではない。そうなんです、悪手ではないんですけどちょっとほっとしたんですよ。まあ、守るのってですもんね。そうそうそう、ちょっとまあ最初守ってくれたんでっていう、まあ、それだけですね本音は。あとはもう本音で喋ってますよ。おらしいですよ皆さん。僕嘘つけないんでやっぱり常に誠実に生きてるんで。そう、私が推薦してた手なんですよショックです。それだ、うん、それだけですね。まあまあまあね、そんビビリですからね私は。でもそんなイメージないんですけどね本当に僕、うん、あの何度か対局させてもらったことありますけど、はい、特にね院生の時はもういつもやられたんですよ。ボコボコにされたイメージがあって、僕1回だけね院生の時勝ったことあるんですよ、富田さんに。え、1回なんですか？1回、多分僕の記憶だと1回だけ勝ったことがあって、で、あとは負けてるんですよ。本当ですか？はい。そう、結構打ったイメージがある。私の中では五分五分だった。五分五分ですか、まあ、当時まだ小学生ぐらいだったんですよ、平田先生が。そうです、小、はい、小6とか中1ぐらいですね、大体、うん、打ったのが、ね、いや、五分五分だったことを自慢にしてるぐらいなんですけど。いや、全然そんな勝っていた。まあ、その後一気に抜かれていきましたけど、平田先生のその後の活躍が。このしかし桂馬 AA、 いやでもこれはあの AA が強い。どっちもいい手ですよ。どっちもいい手ですが、比較的あれ、ちょっと待ってくださいね。あ、でも変わってきた、変わってきた。まあでもこれどこもいい手だね。どれもいい手ですね。ただ D 以外は攻めの手ですね。 D 以外は攻めの手になります。 D、うん、どれもいい手だな。どれもいい手ですね。いや、どこ打ってもいいと思いますこれ。E もね、形の急所だしな。 E も形の急所ですね。何が一番嫌かな。そうですね、どれ一番嫌ですこれ。まあ、B か E
に打たれたら嫌だなって思う。あ、これも、いやでもこれも有力ですよね。これも有力ですね。帽子とかどうだろう。帽子っていうのはつまりこの手ですね。あ、これもありだと思いますよ。っていうのはここに、まあこれ裾分けっていうんですけど、あの白の中に入っていく余地を黒残してるので、こう白に囲わせてドカンと荒らしに行くようなのは非常に有力の手、うんうんうん、今候補になかったけど、これも全然選択肢に入ってもおかしくない手だと思いますね。はい、ですが、まあ、挟んでいって飛んで、これも ABCD、 なんかこれも面白いですね。全部面白い。あ、普通はこれなんですけどね、普通はこれなんですが、こうやってみたい気もありますね。こうやったら、まあ、当然こっちが弱くなるけど、一気にね攻めていくよっていう、白も弱いですよっていう、これで切り離せるので戦っていける、どっちもありですね。まあまあまあ、これはしかし無難にいいところですね。まあでも白の強いところで戦う展開は嫌だっていうのはありますね、やはり。うん、まあそれはね、うん、きっと大きい碁だと特にそう思う方が多いかなとは思いますけど、うん、そうですね。さあ、でもこれどうしたらいいんでしょう。ここで平田先生はどういうことを考えられているのかって気になりますね。どういうことを考えているか、うん、まあ、これ今飛んだので、うん、黒が挟んだ石あるじゃないですか、はい、その石を、うん、まあ、攻めるかただ自分もこの中央切りがね、うん、あるんで、自分も弱点があるので、うん、そこをね守りつつ攻めれればいいんですけど、なかなかねそんないい手もなさそうなので、まあ、大きく攻めるのはなんかこう下辺押さえ込みとかね打って、まあ、これね、あわよくば左側の黒の大石もまだ完璧ではないよってこう言いに行く、はい、ストロングスタイルで、ストロングスタイルで行くか、はい、でもそれさすがにやりすぎだろうともちょっと思うんで、はい、穏やかに打つなら角桂とか、角桂ね、うん、ああここですね、そうですね、うん、くらいかなっていうところを考えてます今。まあ、これだとその、まあ、さっきも言った通りこういう、ね、あの下からすくう狙いもあるし、黒としてはまあそんなに怖いことにはならないんですが、このストロングスタイルできた時にそうですね問題はストロングスタイルは果たしていい手なのかどうか。ストロングスタイルはね、白もさっきおっしゃってた通り、そうね、中央もねまだ薄いし、ちょっとねこういった狙いが残ってるだけに白も怖い側面がある。まあ穏やかに打ちますよ。穏やかに穏やかに行かれましたね。いやー、これは確かになんかここまで見てると黒の方がすごい強いからストロングは怖いけど、これめっちゃ、なんか、いや確かに、いやでもここはねすごい悩みますよね、はい、悩むし、でもたくさん どこもいい手ですね、これ ABCD ね。これどうしましょうね。まあ、C と D は直接動いていく、まあ、黒も割と戦闘的な手になるんですね。いや全部ありな気がしますね、うん、全部ありかな。これは難しい。略してストロング、コスミツケね、それね、はい、一番嫌だったんですよそうですよね、そう落ちますよね。まあ、コスミツケ様子聞いた手なんですね。こっちに行きますか、こっちに行きますかっていうことなんですよ。でこっちから打ってくれたらこういう風に打ってね、あの左、あ違う、右下の黒地を拡大しながら白を減らす、あの手なんですけど、まあ、頑張られますよね。いやこれは平田先生としても多分、うん、ちょっとね押さえ込みじゃなんか足りなそうなんで、うん、頑張っていって、まあ黒以降に動いてもらったりとか、ここで戦いを起こしたいっていうことですよね、きっと。これまた難しいですね、黒は ABCDE、 うん、全部あり。まあいやでも本当皆さん強いですね、うん、なんか今150名の方が参加されてるっていう多数決の投票ですね、うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、なんですけど本当に皆さんお強いという感じで、すごい、もう150名で投票して、なんだろう、その意見が割れてないですよね、なんていうか方針というか。あ、確か変なんかね、はっきりとした白州みたいな候補手がないので、うん、ないですね、本当に強いのか。いやでも本当にあの皆さん気軽にね、どんどん、うん、あの
級者の方でも、うんうん、本当に気軽に参加していただければと思いますけど、はい、そうそうそう、気軽にあの予想したりとか、そう、ね、楽しんでもらうのがね一番なので、そうなんですね。いやむしろそういうふうにね、あの思ったと言っていただいた手が実は一番いい手ってこともあり得るしね、うん、十分。そう、 YouTube からはしかし残念ながら参加できないんですよね。あ、そうなんですよね、そう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 、あのこのパンダネットさんの会員さんが対象のその企画になっているので、はい、まあ、一応その YouTube 見てくださってる方はこの配信を通じて一緒に予想したりとか、まあ、考えを聞いていただいて楽しんでいただく形、うん、会員さんであれば無料で参加できる、ね、はい、会員さんであれば無料で参加できます、まあ、今からでも遅くないっていう説は若干あるかもしれないんですけど、しかしこれはね戦闘的ですね、黒も戦いになってきたんじゃないですかね。うん、もしかし今打たれたコスミツケ筋ですね。いやこれめちゃくちゃいい手じゃないですか。なるほど、これははい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 、まあ、今ここ打たれましたけど、まあ、こういう風に打ったりするとここに黒が打って一気に黒が連絡するよっていうことなんですよね。だから白はそれを避けるためにここに打ったわけですね。まあ、ここでこういう風にねこれが切れちゃうからっていう風につなぐと、まあ、一気にこの3個を狙って白が攻めてくる展開が考えられるんですが、まあ、一応候補には入ってますね。しかしそれもまあ一番多いこの A になるとこう抑え込んでいくよっていうね、で白を抑え込んで戦いますよっていうことですね。あ、今来られた方です。左右の盤面はどういう関係、左の一番大盤が実戦の進行なんですよ。で、はい、で右下が私が作ってる検討図ですね。はい、私が作ってる検討図です。なんでそれ結構ね強いんですよなんでそれを参考にこれ投票されてるとほとんど僕は飛田さんと打っているみたいなことになるのでそうか、なかなかね、それ目指したい。でもね逆に言えばね、ここにいる皆さんと一緒に参考図作ってお助けってやることもまあできなくもないですよ。ぶっちゃけここだけの話ね、いい手がここで生まれれば、それをお助けとしてね、私が着手するということも可能ですね。可能です。でも分かんない。右下の、画面がちょっと見づらかったりするようだったら、ちょっと言ってくださいね。結構今図作りましたけど、もしかしたら見づらいって方もいらっしゃるのかなと。ちょっとその辺、初めての試みなんで、そういう方はご意見あったら言ってくださいね。とかね、音量がちょっと聞きづらいとか、テンポがどうだとかいろいろあったら何でも言ってください。はい、まあこれはしかしやっていきたいですよね。 A に黒だって、いやこれもう気持ちが負けてないですね黒、うん、気持ち負けてない。いやちょっと平田先生が苦笑されてますね。うん、後ろのポスターが気になる。あ、そう、後ろにこれパンダネットさんなんですよ。今ね、パンダネットさんのオフィスで、うん、僕は対局、僕と飛田さんは対局と解説しているので。そうなんです、はい、これ飛び先チャンネルなんですけど、パンダネットさんの、呼んでいただいてね、事務所でやってる企画なので、実はポスターが後ろにいっぱいあります。本当は、ね、ポスターもっと見やすくなったんですけど、私たち宣伝します。これねペア号なんですよ、まあ、これがもう終わったやつではあるんですけど、うん、でもまたペア号はね毎年のようにあるので、そう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 、ペア号の企画ですね。マネットさんはねいつもペア号企画と主催していただいて、ペア号協会の方であるので、もうそうですね。いやペア碁ってあれですね、まあ、男性と女性がペアを組んで2人で打つんですよ、うん、交互に。まあ、黒番だとしたら女性が1回黒を打って相手の方返してまた男性が打ってっていう交互にやっていくんですけど、うん、これはこれで面白いですね。なんだろう、年に1回ね、飯田橋のエドモントのホテルですね、うん、でそういうアマチュアの方もいろんな気力の方と参加できるようになってるし、世界中の方が集まって参加されるですねっていう企画もありますし、うん、あるプロのねペア碁もあるんですよね。プロのペア碁もありますね。あれがね一番ね棋戦で出るのが難しいと言われている。あ、そうなんですか、はい、プロのペア碁、はい、
え、選考基準はちなみに、あれはね、多分賞金ランキングだと思うんですけど、お NHK 杯とかもそうなんですけど、はい、それよりも狭きもんなので、 NHK 杯に出るより難しい、出るより難しいです。あれに出れたら本当の一流、そうなんですね、プロ。うわ、確かに出たことないよ。平田先生はちなみに、僕はでも1回だけ出たことあるんですよ。でも1回だけなんで、あれをね、あれ毎年出てる人がやっぱり本当に強い人なんですよ。あ、そうなんですね、はい。ちなみにどなたと組まれました？その時あのニュー英子さんと、はい、組ん で一番練習したんですよね。はい、でもね、もう僕がもうニューさんに任せようと思って、ニューさん強いじゃないですか、はい、でもう時間つなぎで手を渡して男性側が時間つなぎやったらね、1回戦からベスト8まで行ったんですよ、はい、でもね、そこでね負けてしまって残念だったんですよね。いや、ベスト8はすごいですね。すみません、皆さん、緊迫してる画面で今ちょっとあれになっちゃいましたけど、でもね、ペア語ね、ここにもね書いてあるんですけど、標語でペア語は勝つと嬉しさ2倍、負けると悔しさ半分っていう、ね、メリットしかないっていうね。うん、まあ確かに、うん、でもなんかでも今日なんてすごいです、150人だから、うん、もう多数決以後は勝つと嬉しさ150倍で、うん、負けても悔しさ150分の1なんで、もうね、こんなにね素晴らしい企画はないです。確かに、全然負けても悔しくない、うん、そう、僕はねもうすごい悔しいんですけど、ね、そうなった場合確かに一人で背負わなきゃいけない、一人でね背負ってるんで。確かにそうですね。これまあ今ごめんなさいね、番に戻ると、状況としてはまあ白が切って、こう黒が当てて、まあ戦いになってるんですが、黒はこの4つ、下辺の4つはまあ絶対に取られちゃいけない石ですね。だからこの辺とかも候補に上がってたんですが、下手をするとこういうふうに、むしろはこの2個を取られてもいいから、この4つを取りに来る可能性があったんですよ。だから押したのはまあいい手だったと思いますね。まあ、これはまあ今 A 一択になってるので、まあおそらくこうなると思うんですけど、まあこの白2個とこの黒の1段の戦いに発展していくかなという状況ですね。そう、和やかな会話をしてたんですけどね、5番は結構白熱してるっていういやでもね、ちょっとね無理気味です、私。白が、はい、あ白無理気味ですか、はい、でちなみに右下の白はね、生きてるのか死んでるのかって、まあ、気になるところだと思うんですけど、そこがね、生きてればねこっちも戦えるんですけどね、うん、黒からね打たれちゃうとね死んじゃうんですよね。例えばまあ極端にこういう風になった時に、まあ、今平田先生がね、黒から打たれると死んじゃうよって言ってたのは、まあ多分、あ、ごめんなさい、これ白番やん、ね、ちょっと待ってください。多分この辺りを遮られてしまうとね、まあ白はこの右下のスペースで生きなきゃいけないんですけど、実はスペースが足りないって死んじゃう。だからどっかで白はバックしなきゃいけないね、そうなんですよね、どっかでバックしなきゃいけない。ただしあんまり早くバックするとこの2個が危なくなっちゃう。そうなんですよ、なので今困ってるんです。だから今ね困ってくるんですよ困ってね、ちょっと止まってるんです。うん、そう、死活問題なんです、実はね。これ生きてて、まあ生きてて、まあ生きてたって、まあ黒もそこそこ戦えそうかなっていうような語形なのかなと、ね、まあ、個人的に思ってたんですが、まあでも黒めっちゃ強い、いや確かに強いですね。いやもう強すぎて、うん、まあでも、うん、ちょっと困ったな。でも正直ね、三子局ってそんなにね差がなくて、まあ天六段の方と打つ時の手合い割りにはなるんですが、例えばね、まあ、プロ同士で打ってたって、まあ例えばですよ、頭にすごい血が上って冷静さを失ってる時に三子で打って全然負けてもおかしくないぐらいの、昔そういうイベントがあったらしいんですけど、手合い割りなので、でも言ってそんなに差があるわけじゃない手合い割りですね。で白忙しい展開ですが、まあここからプロが本気の、まあそうでしょうね。しかしそう、ここからね、平田先生の本気、まあ本気で何か仕掛けてこられるのは間違いないでしょうね。まあ、ABCD、まあ、今最候補がいっぱい出てますね。はい、まあ、お、平田先生の推しと予想がかぶりましたか。素晴らしいです。
まあ、A と打ちたいですよね。はい、まあ、こうやって、まあ、これは多分これ一択なんですよ。まあ、こう逃げてきた時に、まあまあ、あの黒だと油断できませんね。この下の黒が一気にこう攻められる展開になってしまうと、はい、あの怖いですから、行っても間違えられないというか、まあ、戦いかなと。そうなんですよね、うん、ちょっとね困ったな。平田先生はどういう棋風の碁なんですか？僕ですか？はい、僕はそうですね、まあ、基本攻めるのが苦手なんですよ、うん、攻めるのが苦手、はい、なので、まあ、基本的にはあの自分が攻める展開にならないように穏やかに、うん、平和主義なんで、ほう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 、そう、あの穏やかに打つのが好きですね。穏やかに打って、まあ、終盤とか寄せで、そう、まあ、寄せ勝負、まあ、計算、うん、読みがね全然読めないんですよ僕。いや絶対そんなことない、本当に読めなくて。いや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 、読めないので、でも計算はまあできるんですよ、うんうん、計算はできる方だと思うので、うん、計算で地道に頑張るみたいなタイプですかね、はい、だからまあ穏やかな碁がお好きっていうことなんですけど、そうです、戦いがね苦手なんですよ。今戦ってますよね、はい、今これすごいとこつけてきましたよね今はまあ、戦わないとしょうがないんでやってますけど、うん、ああ三子下駄ぬるいですか。いや、いいご質問ですね。三子下駄もあったと思いますよ。いや、この手の意味っていうのは、まあこっからこうドンパチドンパチなんかいろいろやってる間にこうどさくさに紛れて、まあこの三個をこう逃げ出して、まあ、黒の弱点をね狙うみたいなのが、まあ平田先生の狙いだと思うので、ここで何もせずにこうかけて取り切っちゃうっていうのは非常に冷静な分かりやすい手なんですよね、うん、けど、まあ実戦で打たれたこの跳ねる手っていうのも、まあ一番厳しいし、まあ、本戦で考えたい手ですね。本戦で考えたい手なんですが、このね石を斜めに使ってくる、この石をつけたり斜めに使ってくるっていうのは、つまりもう本当に局面を混沌させようって、難しくしようっていうことと、やっぱまあこの見てるんです、これ上ばっか、あの上の方ばっか見てるように見えて、この3個、この3個、白の3個の動向をしっかり意識しておくのが大事だと思うんですね。ああ、下駄の存在はそれで主張、いやまあ確かにね、主張に取るのもまあありですよ ね、 取れるとね。いやでもめっちゃ最強に頑張ってきますね、うん、皆さん。いやこの A はすごいな。いやこれも本当最強ですね、まあ、逃げる一手、まあ、こう打ったってことは、まあ例えばこうやりたいんですが、まあ一応黒として現状こういうふうに取られる手は残ると、残ったっていいよっていうことかもしれないですね。こうやって打てば大きく取れる。ちょっとこれはいじめですねでもここで ABC って、まあ、他にこの B と C が選択肢に出てるんです、あ、ごめんなさい、 B と C が選択肢に出てるんですけど、全部難解ですね。いや、どうなるのかなみたいなね、どうまあ A、うん、C はねちょっとありがたいんですよね多分ね。 B か A が嫌ですね。そうですね、 B か A がですね。はい、今のところね、パンダネットさんの検討版によると黒が 10.5 目優勢ということになっておりますね。そういうのもあった。あ、そんな機能もあるんですか。そんな機能もありました、今なんか出てきたんですけど、AI で10目か。あ、でも10目ならだいぶ10目、いや、でも三子よりは頑張ってんじゃないですか、じゃあ僕は。確かに三子ってまあ大体30目の差って見られることがあるので、ちょっとずつ難しくしてるんですかね。まあ、難しくはしてますが、この右辺の戦い次第ですね。右辺の戦い次第ですよね。あ、右辺を大きく黒がまとめることができれば、はい、いけてると思うんですが、黒相手に10目合ってないまま、確かにな、怖いですね。まあ、でもね、結構緩めの目算らしいっていうことはあるらしいですね。今ちょっと情報があったんですけど、なんかガチの計算っていうよりは、まあ、ちょっとこうほんわかした、まあ、計算ってことらしいですけど、まあでもわかんないですね。これ、はい、まあ、伸びる一手ですよね。これはちなみに、まあ、例えばね、
こういった手がまあ候補に上がってたんですが、一応ここに打たれるとね、黒2個が取られちゃうので、まあ、せっかくですからね、黒はこの2個はできれば取られないように頑張りたいんですね。こうやったわけなんですが、まあ、だからこう、ここでこういう風にやってる間に、こう、どさくさに紛れてつながって、こう一気に白の攻めになる。こういうような感じで、この上辺の白模様とともに、こう、戦いに引きずり込まれるっていうのが避けたい事態な気がします。いや、それを狙ってるんですよ。いや、これ狙ってますよね、絶対それをね、狙ってるんですけど、はい、これは避けたいが、あえて受けて立つという方もなくもないですが、うん、まあ、だからここでね、まあ、この辺りもすごい候補になってるのですが、今実戦で打ったこの手っていうのは、例えばこういう手に対しては一応こう取る手が残るので、まあそういう意味でちゃんとこの3個の動向を気にした手ということになるんですね。はい。で、平田先生が半目勝ちを読み切った表情っておっしゃってますけど、先生そうなんですか？いや、全然そんなことないですよ。ちょっとごまかそうと思って、ごまかそうとしてる表情だそうです。いや、普通にちょっと厳しいなって思ってる顔ですね。でもね、この切りはちょっと、これは本当難しい手ですよ。本当は気持ちとしてはね、ごめん、間違えた。本当は気持ちとしてはこういう風に打ちたいんですよね。こういう風に打っていきたいんですけど、このなんだろうな、5個が取られちゃう展開になっちゃうと、右辺が全部白地になっちゃうので不満かなという気はするんですよね。いや、これね、なんだかんだ言って戦いに引きずり込まれてきましたよ。黒が戦えるかもしれないけど、戦いにはなってきてます。この A が最善手だと私もなんとなく思ってたので、うん、いや、本当に皆さんお強いですね。うん、お強いです。それしか言ってないですけど、どうしましょうかね。これはこっちから行くとね、こうやって2個取れるんですけど、やっぱりこうやってね、結局これつながっちゃうってことなんですよ。この2個をおとりにして、この当たりが効くからつなぎを打たなきゃいけなくて、全部つながるっていう、はい、ことなので。でもそう、自分がね、打たない時は常に強気だよっていう風にね、言ってくださってるんですけど、何でもいいよさんが、それ本当ありますよね。うん、確かに、はい、まあ人の方だとね、というか、まあ皆さんで打ってはいるんですけど、そうそう、自分が候補出しても多数決なんで、うん、気楽ですもんね。だから最強の手が打てる。だからこれ、まあ要するに、まあこうやったらこうやるよって、だから平田先生の狙いはあくまでね、この3個を逃げ出して下辺の黒を取ろうっていうことだと私は見ましたね。いや、はい、おっしゃる通りでございますが、はい、だとするとですよ、だとするとなんだけど、だとするとなんですが、回避できない気がしますね、これ。しょうがないですよね、これ。どうやってもなんか厳しいぞ。なんかいい手ないかな。まあつない、あ、違う、抜いたんかな。抜いて、これ僕がお助けカードとか使えないんですか、この誰が助けるんですか。平田先生が出して誰が助けるんですか。これお助けカード誰が助けるんですか。これ私が助けに行ったら悪手を打つ可能性がありますよ、先生。あ、そっか、あえて、あえてね。あえて、あ、むしろ視聴者の皆様に助けていただくっていう手はありますけどね。また次の手を聞いて、どっちかな、うん、まあ、こっちで、あ、グズミで行きましたね。早いですね、この A っていうのが出てきたのが早かったですね。いい手ですね、どちらも。どっちもいい手ですね。どちらもいい手ですね。 D はね、多分悪手だね。 D はちょっとね、怖いよね。突っ切っていくってことですよね、 D に打ったら。で、黒がバラバラになっちゃうっていうことだと思うんですよね。黒としては、なんて言うんでしょうね、なんて言うんでしょう、こういうふうにつながる余力を残しておきたい形なので、
まあ、D に打ってくれたら、まあ、ちょっと平田先生は喜ぶかなと、うん、喜びますね、うん、喜ぶかなと。でも A、B、C、E、E はなんか E はまあ積極的に、まあ、A、B、C でダメですね。あ、そうですよね。まあまあまあ無難ですね。これが一番無難ですよね。うん。これは無難ですね。まああのまあこっちに打ったらね、ここ皆さんいい手筋あるけど分かります？ちなみに黒番で、まあ今平田先生はね守られたんですけど、もし白がこう頑張ってきたらね、いい手がある。回答を言っちゃうと、こう切る手が筋で、回答早かったかな。こうやって当たりになってるので、つないでバーンと取られちゃうっていうことなので、まあ白はこの手はやむなしですね。まあ守った手ですね。ここでこの A っていうのは、まあ、本当に最強の頑張りですね。っていうのは下辺の黒が狙われてるにもかかわらず、右辺をしっかりと全部取るっていう、だからもうしのぎ勝負に持っていくぞっていうことです。もう G を取ってしのぎ勝負に持っていくよという手なんですが、さすがに怖いと見られたのか、こうかけ継ぎました。いやしかしこれね、ちょっと待ってくださいね、結構不穏な空気になってきましたよ。っていうのは恐れていた上辺の厚みを生かした展開に、白が攻める展開になってくるかもしれないですね。だからここで黒がどう打つか、うん、ここはいろいろ意見が割れてますね。まあ、B と切って頑張るのもありなんですが、黒も弱いからここ頑張っていっちゃって良いものかどうか、いやちょっと不穏ですね。ちょっと不穏、心配になってきた。しかし、ね、しかしお助けも何もどこに打ったらいいのか私もよくわかんないんですよね。いや、おん、なんでこんないきなり、しかしこうなった、いつの間にかですね、いつの間にか。まあこれは一応とにかく黒は脱出、私がもし黒持ってても A ですね。黒 H の9はどうですかと。 H の9は、あ、H の9いい手ですよ。はい、H の9いい手です。とにかく脱出ですね、まずは。とにかく脱出したい。これそうか、私のお助けを出すタイミングもすごい大事ですね。確かにそうですね。しっかり見とかないと。まあ、まあ今 A が候補に上がってる、 A、B、C、D、E。まあ一応さ、でも、まだね、黒いいですよ。まだ大丈夫かなって感じはあるんですけどね。ただ巻き込まれましたね。なんかまだわかんないけど、しのぎを失敗すると思わしくない。でも逆に言えばね、あの白の模様になだれ込んでるような意味もあるので、ここでしのいじゃえばね。そうなんですよ ね、 そうなんですよね、はい、しのがれるとね、こちらとしても、うん、しのいじゃえばねっていうところはあるんですが、いやこれわかんないな、どうしたらいいんでしょうね私は。いやでも結構どうするんかな。白も平田先生も今悩まれてますけど。そうなんです、今ねめっちゃ考えてるんですよ。でもまあでもね、なるべくね45秒以内で打とうと思ってるんですよね。皆さんがそうなんで。そうですね、そう、指導後でね上手の方が考えるってあんまないシチュエーションですから、うん、なるべく45秒以内で打とうとは思ってるんですけど、今めっちゃ読んでます。いやこれ何を考えられてるんでしょうね。分かんないなこれ。いや、まあ、やりたいのは出てきてバーって言って全部殺すっていうことをやりたいんですよ。こうやってねこの石を逃がして、これも全部巻き込んで全部取っちゃおうっていうことですね。まあ、こっち取られても、まあ、この黒全部取ってしまおうっていうのが今平田先生が考えてる手ですね。まあ、でもめっちゃ避けたいですね、その図。私は穏やかなので、はい、冷静に。冷静なんですかねこれ。ちょっと待てよ、これどうするかな。いやそろそろっつったって、私これ何をどうお助けをしたらいいのかも分かんない。まあ、A はいいってかな。まあこの手はね、つまりまあそのなんて言うんでしょうね、まあ、今すぐはないんですけど、将来的に要するにこっからこう切り離していくような狙いをちょっと含んでる意味があるんですよね。
だから、まあ、それを守りたいってことなんですけど、これ何、今 A っていうのは最強の頑張り、あ、しかし形の急所ですね。なるほど、これは急所ではありますよね。白がこう打ってきた時にちょうどこう打てる形ですからね。こう打ったらこう取れるし、おお、それね、一番いい手ですね。ああ、いや、いい手ですね。なるほど、いい手しか打たないな。こう打ったらこっち打てますから、私だったらしのげますか。いや、ちょっとどうかなしのげるのかな。しのげると信じたいんですけど、しのげるとは思うんですけどね。ただし難解なのであんまり嬉しくはないですね。うん、でもね、死ぬことはないです、これ。本当ですか？うん、なぜなぜいや、そうですね、まあ、今 A と打たれても私はちょっとしんどいかな。まあ、A がまあ頑張った、まあ、外に逃げ出しつつ頑張った手なんですが、まあ、ここがまあ一つ急所にはなるかなという感じなんですよね。まあ、A でも C でもどっちでも死ぬことはないですね。はい、まあ、C が無難かなという気はするんですけど、 A と行きましたか。まあまあ頭出して戦いたいと。あのね、まあ、黒としてはね、あのここにちょっとね狙いがあるっていうのが、まあ、一つねポイントなんですよね。そう、ポイントがあるっていうのがポイントなんですけど、うーん、いやいや、はやはや、難しいですね、これ。止まってよ。A、B、C。うん、まあそうだね。まあ A と打てば死ぬことはないですね。A と打てば死ぬことがないそうです。うん、ああ、でも A、切りになった。切りはね、結構ファイターですね。まあ切りもあるかな、でも。確かに切り。そうですね。A は積極的な手ですね。切りはね、本当に。え、どうかな、私これお助け行くべきなのかな。でも C ってビビリの手なんで、あんまり皆さんが A そこって思われる可能性があるな。無難なんですよ。死ぬことはない意味で無難だと思うんですけど、いったー。来ましたね。このお助けを悩んでる間に行きましたよ。まあ、じゃあとことん戦いましょう。パンダムと会の皆様と。え、私は切りって言ったから切りが候補になったんですか。マジか、責任を感じちゃう。でもまあ、いやー、まあつなぎでしょうね。 A と打った以上はね、まあストロングな、めちゃくちゃストロングな手ですよね。まあこれはつなぐしかないんですけど、大丈夫かなっていうことです。この辺に少し傷があるんですけど、ここにつけられて全然これはね、あの黒脱出できない形なので、要するに単独でこの真ん中で生きなきゃいけない形なんですよね。いや、最強手すぎた可能性もあるが、もうとりあえずね、ここが気持ちいいんですよね。この快楽だけでもう今日は満足。これは一発入りましたね。まあ抜くしかないか、確かに。 A とね、平田先生が穏やかすぎてびっくり。そうなんですよ、これね、優しいんですよね。喋り方は優しいですよね、お人柄も優しい。しかし今の現状打たれてる手はそんなに優しくないかもしれないぞ。優しい。だからね、僕あのプロ目指そうと思ったのが、うん、まあ小学校3年生ぐらいなんですよ、うんうん、それこそあの山本健太郎先生に憧れて、はい、でもそのプロ目指そうって思った時に、なんかあんまり闘争心がないから向いてないみたいな、うん、勝負、やっぱ勝負の世界じゃないですか。まあそうですね、だから性格的に矢田君は向いてないよってすごいいろんな人にね言われたんですよ。あ、そうなんですか、はい、いやー、とてもそうは見えないけど、これね ABBB ってなってるけど、 A につなぐとさすがに危ないんじゃないかって気がするんですよ、私。A は確かに、 A 危ないんじゃないかな、これ出した方がいいかな。でもどこに打ったらいいか分かんないんだけど私どこ打ったらいいんだろう。でも A とりあえず私打つわ。とりあえず A に打ったら多分ね死ぬと思います、これ。だから打つんだけど、ちょっと待って、どこ打ったらいいかな。おいとか言ってどう打つん、これ。 A は危ないんですが、え、もう着手していいんですかね、これ。 A につないで玉砕しようという案があるんですが、いや、さすがに怖い、さすがに怖いから、い
やーこれまあわからないわからないが、とりあえずここかな、まずは。それね、うん、まずはね、うん、そうですよね。いやこれね、私ね、あの皆さんに言いたい、もうあの2個はいいから本体逃げましょうっていう私からの気持ちあの本体をとにかく逃げていこうっていう感じですね。それね、逃げれるかもしれませんよね。だからそのつまりあのちょっと待ってくださいね、これは一旦閉じて、白が、ま、なんか多分対応されると思うんで、とにかくですね、とにかく逃げていく、こっちに。でもとにかくこう何でもいいので逃げていくと。でこの黒は大丈夫です、生きてるので、あの2個取られてもいいので、あのとにかく逃げましょうっていうことを私は伝えたい。逃げ切れるかどうかはともかくとしてこれでも何だろう、でも何、受けない手を考えてる、もしかして。いやいやあれこれこれはなんかセンターに問い合わせ一応出たんですけど、打てないです、皆さん。ここでですね、例えばこういうような、ああでも、あ、大丈夫です、はい、打てました、はい、キリ、何やげん、キリって、キリ、これをね、ちょっと狙ってたんですよね。何だから、なんだろう、これは。だからまあ A と B、要するにみんな右辺しか見てない、右辺しか見てないんですけど、右辺を見させて中央を狙ってるっていうのは絶対実情なんですよ。だから白の狙いは何やろうな、なんかこうね、打って、要するにこっちから持っていきたいんですよ。これ、右辺で、なんか打たせて、なんだろう、中央からかぶせていくっていうのが狙いなんですけど、いやいや、だから私だったらもう逃げちゃうけどな、とりあえず、こうやって。まあ一応さっきお助けしたばっかだから、もうみんなは信じますか、みんなは右辺に打ちたいと言っている。あ、でも C が出てきた。いやでも、C とかだから。でもね、あ、まあそうですよね、まあ、そう来るとは思ってたんですけど、頑張れれば一番いい。というか狙ってるんですかね、これ。いや、部分的にこう曲げに、まあ、伸びるぐらいの相場なんですけど、はい、いやこれで、まあ、A ってまあ出ますよね。で僕が出て、うん、絞りつつ地を守りたいっていう手だったんですよ。うん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 、絞りつつね、なるほど。別に白がこの黒を取れるわけではないんですけど、うんうん、ちょっと待ってください。まあこれは多分 A がいいと思いますよ、うん、皆さんに A と打って僕が出て、そこで今 C に打ってつないでっていう、まあそう伸びで打つよりも締め付けが効いて生きた方がいいかなと思って打ってみました。なるほどね、締め付けが効いて、ちょっと待ってくださいね、左の図が古いです。そうですよね、左の図が更新されないですね。左の、あ、確かになぜか更新されない。ちょっと待ってくださいね、左の図を今ちょっとね修正していただきます。あ、 そうですね、じゃあちょっと一旦打つのやめますね。はい、いやね、まあそうですね、いやめちゃくちゃ、あ行きました、行きました、すみません失礼しました、進みましたね。こ今ここの状況ですね。ここで今 A は結構危ないですよ、皆さん。 A に打つと、 A に打つと逃げて僕取れてんじゃないかな、それ逃げられちゃいますねっていう読みだったんですよ。もうちょっと待ってください、言ってる間に、これでも僕取れてないですか。取れてる、一手勝ちを読み切ったつもりだったんですけど、さっき一手勝ちですね。うん、これ言ってがちですね。だからこうやればよかったんか、2個取ればよかったんですかね。そうです、そうです。いや2個取って僕もそこに今つないで、間接的に、うん、富田さんが曲がられた手に対して間接的に守ろうということだったんですね。そういう作戦だったんですけど、いやこれちょっと待ってください、ね、皆さん混乱してますね。 ABC どれを取っても負けているから、とりあえずこれ手抜いた方がいいんじゃないかな、私は。ちょっと待って、もう1本お助けいくか。お助けって言うても、まあ、まあだからあれですよ、黒は結構地合いはまだまだ悪くないですから、とにかく中央を逃げた方がいいと思うんですよね、私。とりあえずなんか逃げて、
冷静ですね。とにかくこの中央の黒が死んだら全てが終わるので、そう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 、まあ、ちょっとここのミュウヘンはちょっとやられましたが、まだまだ地合いがわからないということを主張しておきたいかなと思うんですね。地合いしかし苦しいですか、地合いがちょっとなってすでにやばいんか、どうですかね。50だから接近したのは間違いないでしょうね。ちょっと盛り返したかなと思いますね。細かいかな、細かい感じですね。あ、でもそうか、あの4個取られちゃうと気持ちが悪いんですね、狙いが。まあ、2個取っていただいたので、おー、A と入っていく。いや、それはなかなか打ってみたいし、まあ、ここに打っとけば無難かな。中央伸びとけば無難ですかね。無難ですね。か、まあ、C と打つのは、ちょうどね、こういう風になって逃げ切れないんですね、これ黒がね。こうやられてもこうやられちゃいますもんね。で、当たりになってますから、うーん、だから C はちょっと打ってみたいんですが、むしろこっからやっていくような狙いで考えた方がいいかなという感じですね。いやー、これはね、多数決でもミス、まあそうですね、ミスというか、そのめちゃくちゃ難解な場面に持ち込まれた感じですね、平田先生に。やっぱり上手に、いや、でも僕ちゃんと皆さんに助言しましたよ。そこ切ると危ないですよって。危ないですって言ってましたね。危ないですよってお伝えしたんですけどね、私の対応が遅れました。いや、これはちょっとね、多分ね、私のねせいですよ。あの、難しい場面すぎましたね、ちょっと。でもまあ分かんないですよ、まだまだ、うん、まだまだ分かんないです。まあこっから持っていくっていうのは手筋で、まあ、白がこう打ったらここに打って、あの攻め合いがね、これ勝てるようになるんですね、黒白2個取れるから。だから白はここ逃げる手じゃなくて、こうやらないといけなくて、まあ当て一発が入って、まあここまで全部効くと、まあ、つまりあの寄せが得するよっていう意味の手ですね。だから一つの手筋ですね。そう、まあ、これ B のまくりは絶対打っといた方がいいと思います、うん、B のまくり打ち得だっていうことですね、はい、あ、今そうですよ、そうそう、うんうん、その A はね、とりあえず無駄のない利かしなんで、そうですね、 A は打っときたいかなと。まあ、A はもうここまでは約束でしょうね。そこまで打っといて、うんうん、まあ、それから考えましょうという感じですか。そうですね、まあ、細かいです。いや、まだまだわからないですね、まあ、そうそう、それがね、先手なんで右上もまあまあいい字なんですよね。そう、黒字もそこそこ大きくつくので、まあ、ここまではまあ絶対に効く形なんですね、うん、ただこの後ですね、まあ、黒が気をつけなきゃいけないのは、やはり依然として中央ですね。中央何らかの補強をしないと、結構しかし薄くて危ない形をしているので、まあ、薄いっていうのはつまり、こういうような手に対してこういうふうに切られちゃうのがちょっと怖いんですよね。そういう手をね、黒としては、防ぎつつ、そうですね、地合いも頑張らないといけないということですね。ここまで無駄のない利かしですね、うん、無駄のない利かしですね。まあ ABC だから、B や C を打つと、まあ、さっきの、まあ、右辺から締め付けていく手は、まあ、なくなってしまうわけなんですね。まあ、ここでほっといて E とつける。まあまあ A までは打っちゃっても、まあ差し支えはない気もしますが、まあこの辺はしかしいろいろ意見が割れているところですね、まあでも黒の、あれですね、皆様は結構もう積極的ですね。確かに一局を通してね、割とずっと積極的に、そう、積極的戦う方が多かったですね。そうですね、まあ、まあそれもこれどっちで受けるんですかね。まあこっちです。受け方に悩まる。はい。
まあ、これで一応ね、その、まあ、A はまあ聞くかな、まあ、A はしかし打たなくても別によくて、まあ いずれはい、いつでも聞くからとりあえず中央補強させる方が無難。いや下手したら A すら聞かない可能性だってちょっとあるわけですよ。先制パンチを食らう可能性がちょっとだけあるので、まあ、中央補強が無難かなという気はするんですけどね。でも A 多いですよ。やっぱ皆さん先手が好きなんですかね。まあ先手で打っとくっていうことですね。まあまあ受けますよ。まあ、打ちたいですね。受けます、はい、じゃあ大丈夫です。平田先生はね、素直で優しい先生です。さあ、はい、まあまあ手堅く受けます。まあ、A にまあ受けられて、まあやはり中央の黒ですね。はい、まあ A の補強はいい手だと思いますね。うんうん、A の補強いい手ですね。まあ、あとはその B なんですが、でもつながるとかね。つながるとかね。C はまた好戦的なんですが、C は好戦的すぎてちょっと心配ですね。いやでも、はい、C まで来られるとちょっと僕も怒られますね。怒るかもしれないです、はい、で J の18はねどうですか。いやこれいいご質問ですね。これ一見筋なんですがこの場合ここに当てられまして、こっちから打ってこう取られた時にちょうどねこれ連絡されちゃう形になってるんですよね。ちょうど連絡される形になっちゃってるので、だからまあ、はい、今現状この切りはまあ筋なんですが、まあちょっと成立しにくい形をしてるんですね。だからとりあえず黒はまあはい A とねしっかり守るっていうのがまあいいかなと。まあでもこっから平田先生の得意の寄せ勝負になってくるでしょうから、でしっかりとね寄せを頑張っていきたい局面ですが、これ嫌なとこですねこれね。まあなんか受けないとしょうがないですが嫌な手ですね先生。やっぱりね、盤上ではね相手の嫌がることをするのが勝利への近道なんですよ。まあまあまあ間違いはないですね。まあ平田先生今日本気で勝ちに来られてますから。そうですよ、もともとはい、はい、いやでもねだいぶね苦戦してますよ。もうこれいやそうですね、もうここまでずっと、はい、顔をね顔がねこれもう皆さんにも映って見られてると思いますけど、うんうん、だいぶ悩んでましたからね。いやだいぶ苦しめてますよ、うん、正直。いや正直3子平田先生には、まあ、普通に私の感覚ではもう3子でプロに勝てるってもう相当強いので。そうですね、ましてトッププレイヤーなので厳しいんじゃないかなと思ったんですけど、いやもう素晴らしい素晴らしいですね。ここまですごい戦われてます。いや狙ってますよこれ、狙ってますよ中央の黒一応。めちゃくちゃ狙われてるからこの A はどうでしょうね。 A に打つとますます包囲もされちゃうのでツケとか、あとはこっち、まあ、ツケとかかな、あとはそうですねどう形にするかですね。こっちからやるかか、もうすごいいっぱいいっぱい増えたからかな。なんかすごい候補手がいっぱい、だから今 D がいっぱい散らばってるけど、私の感覚で D ぐらいだと思う。 E とか D が候補、うん、で A はちょっと危険。 A いやちょっと待って A そうか A か、うん、どうしようかな。 A はもう黒なら来いっていう手ですね。中央ですか、ね、まあでも穏やかに、そこもね優しめに、穏やかに優しめに包囲されてますね確実に。まあ、これは本当になんか真ん中をケアした方がいいです。ただどうケアするかが難しい。この A はちょっとね戦闘的すぎますね。さすがに真ん中方面に行った方がいい。だからこの今あ A この A はいい手ですね。 A か B、 あの中央付近の B か、そうですね、うん、この辺ですかね。どうやるかな、まあ、これはもう本当に無難な手ですよ。本当にまあそうですね、A でも B でも 100% 生きてるかな、うん、こことかこことか、うん、で、あここがいいかなと思いますね。うんうん、今 A になってますけど、私ここがいいかなと思いますね。これ何かちょっと、打って補強する方が、生きてますから、あ、よかったよかった。この黒大丈夫ですからね、こういう風に打っといて、
ちゃんと生きてるので、もし中央が危なくなければね、もちろんやっていきたいんですけど、あのほっといてね、ここ打つのめちゃくちゃ大きいんですけど、これはもうあのなんか手を入れた方がいいかなっていう場面ですね。富田先生の焦りが一番いや、これだって手抜いたらどうしようと思って、でもお助けの札をあげるべきなのかどうかみたいな、なんだろうな。だってちゃんと皆さんの候補に入ってるんですもんね、いい手も。こうやって黙ってても打たれるという、そうそう、だからね、あげる必要ないかなと。これ A に打つか B に打つかってまた難しいわ。こうやる方が、まあ、どちらもありますか。ん？ A でも B でもどっちもありですけどね、うん、寄せ的にこうなる可能性が高いかなと思うんですが、まあでもこっちも大きいですかね。こういう風になる、ほっとく手がね今選択肢に出てるんですけど、これ、あーごめんなさい、こっちかな。そうですね、これはちょっと跳ねられて怖いから、うんうん、なんか打っときたいかなっていう気がしますね。まあ、ここまでは、はい、まあ約束の進行。しかし B はまたちょっと積極的な手が出てきましたね。気持ちはわかりますけどね、なんか左辺確かに荒らしに行きたい。あーこれ B と C、あ C っていうのもあり、 B はこれが先手になっちゃうのでやや損かなっていう気はします。こっちに打ってる方が寄せがちょっと残るような気がするのでね、うん、まあ、A が本線かな、うん、まあ、A が一番、うん、多いですよね。平田先生、もう奥さんのコツとかってないんですか。私は計算が全然苦手なんですよ。計算ってでも囲碁で一番簡単なところですよ。だって小学生の3、だって1、2、3、4って数えるだけですよ。小学生でもできます。でもずれるんですよ。あ、それ1の次は何ですか。じゃあ2、次は3。あ、もうそれ大丈夫ですよ。本当ですか。ずれるんですけどね。それでもね、何にも間違えるところがないですよ。本当ですか。あ、おでマスターさん、こんばんは、ようこそお越しくださいました。ちょっと固める。そう、だから木さんのスピード軌道とかも難しいですね。どれぐらいのスピードでちなみに計算できます。例えばこの局面で、はい、計算してくださいって言われたら、うん、どれぐらいで計算できちゃいます。今黒が56ぐらいで、白が、まあ、60くらいかな。え、負けてるじゃないですか。いやでも次黒番なんで、はい、いい勝負ですね。黒56対白60で今黒番。いやー、しかしいい勝負って言ってもこの時点で足りないっていうのはショッキングですね。まあ細かいですけどね、細かい。確かにまあ黒番なんで大きいところに行けばいける。まあ A は大きいですよね、かなり。 A が一番いい、でも強いですね皆さん。やっぱり A が、うん、いやそうですね、それがいい手です。まあでも拮抗してて面白い碁じゃないですか。散々これだけ戦ってたのに地合いが拮抗してるっていう。黒数えて白数えてる間に黒の目数忘れる。ああ、私それですね。よくあるんですけど。 あります？いや、まあ、確かにその現象はありますよね。でもあんまなさそうな雰囲気。いや、私しょっちゅうですね。黒数えて白数えてあれ黒なんだっけとか、ひどい時は右上数えて左下数えてる間に右上の数字を忘れるとか。目算とか計算はね、やっぱコツとかってないんですかね。何か上手に目算する、もう1個ずつ数えるくらいしか思い浮かばないですけどね。そうですか。あとコツも何も、でもこれ別に多分強さ関係ないと思うんですよ、目算。うん、へー、だって数えるだけだから。読みとか感覚とかはやっぱり何度も練習したり爪を解いたりとか力が必要ですけど、はい、数えるのってだってね、皆さんだって買い物するときとか、まあ確かに日常でもね計算することってたくさんあるから、まあ言われてみれば、あの間違えることは一番少ないところではあると思うんですけど。そうなんですね。だって要するに大きいところから打てばいいんですよ。まあその通りですけど。そう、その通り。それがまた難しいじゃないですか。まあ確かに。どこが大きいんだろうっていうことを探すから難しい。
まあ雰囲気で、まあ、大きいとこ多く打ってれば別に数えなくてもあのなんだろう、それでミスして負けるってことは多分ないと思うんで、うん、ああまあそうですね、確かに。だからまあ極端に言えば大きいところからまあ打てば最悪計算できてなくてもっていう説はあるわけですよね。でもこの場合はだから、まあ、黒はこうやりますよね。でどこが大きいか難しいですよね。これも大きいしこれも大きいしこれも大きいし、そうですね、こう大きい場所がいっぱいあるとき、これも大きいですね。多分大体この4箇所がね大きいと思うんですけど、そうそう、あとね、そう計算するときの寄せの想定図を作るのが難しいですよね。想定図の作り方はですね、全部先手で打たれるってことを全部考えるんですよ、うん、全部先手で打たれる、とにかくなんか自分の字だったら相手に先手で寄せられて、うん、で後手寄せのところは考えない、とりあえず全部先手で寄せられた最大限のところを少なく見積もって数え、お互いに全部それをやればいいんですよ。あ、そっか、中心分か。そうそう、だから自分相手の字数えるときは自分が先手でマックス寄せたところの図で計算すると、うんうん、まあ、ズレが少なくなるかなとは思いますけど、皆さん寄せの秘訣を今教えていただきましたよ。全部だから計算のコツですね。そうそうそう、全部先手で打たれることを仮定して打つと良いと、まあ、つまりこういうところがもし白だ、まあ、黒の立場だったらもうこういうの全部打たれる、打たれるっていうこと、まあ、こういうところ全部打たれた状態で数えたらいいってことですよね。まあ、例えばこの左辺の白地、じゃちょっと数えてみましょうか。左辺の白地だったら、まあ、今白番ですけど黒に打たれることを考えるんですよ。そしたらまあ左下切りが入って一線下跳ねまで、で、まあ、白曲がって、あ、曲がりか、そうか、曲がりですね、はい、曲がりますね。で、まあ一線の跳ね継ぎまで、そこまで先手で打たれて、ね、でその形で計算するんです。その形で白地何目かなっていう、これ一気に計算しやすくなりましたね。そうです、そうです、はい。で例えば下辺だったら、これ下辺でもどうやって寄せるの、まあ下跳ねとか先手ですよね。あ、黒からですよね、はい、下跳ね、うん、で押さえも、まあ、大体跳ね継ぎ、右下押さえも押さえて白羽根継ぎ、はい、下羽根大きいんで、まあ、白も羽根継ぎを相場で、それで、まあ、羽根継ぎも受けたとして、まあ、それで何目かなって数えるようにします。なるほど、これだと確かにその形がぼやっとしているのに比べてしっかり境界線ができているから 1,2,3,4 ってあとは囲ってる陣地通り数えれば、これが頭の中でその今打たれたやつが頭の中で思い浮かべれば、まあ、そんなに難しくはない難しくはないと思うんですけどねそうか、だからこれ頭でやらなきゃいけないっていうのがまあ一つねミソですよね。頭で思い浮かべることができれば、でも今の計算方法はすごいコツを聞いたような気がしますね。聞かせていただいたと思います。はあ、しかし白が良さそうというコメントがちょっと増えてきていますね。どうですか。はい、地道に、まあ、細かいのは間違いないので、とりあえず黒としても大きい場所からあの意識して打っていくのがいいかなと。まあ、これ A 押さえも本命だし、この B の羽根確かに早く打っちゃった方がいいかもしれない。白に羽根次本あの先手で逆に打たれちゃう可能性があるので、こういうのは今決めちゃってもいいと思うし、あの D の切りも、そう、 D の切りがね実は一番大きいんですよ。はい、これそうですよね、これも早く決まっちゃった方がいいです。先手で打てるかどうかっていうのは、あ、判断ね、難しい。先手後手の判断は確かに難しいんですけど、でもこういうのってまあ大体でも白2個取れたら大きいから、そう、まあ、先手後手の判断で一番分かりやすいのは、今打った手が次の先手だったら次狙う手があるじゃないですか。今打った手と狙う手で、はい、狙う手の方が大きかったら絶対先手なんですよ基本的な考え方は。なんかこうその今の図だと、はい、黒は跳ねた手よりも2目取る手の方が大きいじゃないですか。あ、それそうですね、確かに。だからそういう時はもう先手で打てるよっていう一つの判断基準ですね。そうですね、例えばこの手よりもこう2個取ってる
手の方が大きそうだぞと、あのその手の方が大きい場合は先手で打てるということですね、うん、上げ浜が覚えられない、いやそれはありますね、まあ、対面だったら、まあ、あの相手の方のその後傾に入っている石を数えるとか、ネットのだと上げ浜が表示されるんですよね、確かに自動的に、ネットのだと上げ浜が自動的に表示されるので、まあ、見やすいんですけどね、これはね、まあ、繋いでくれるでしょう。で、まあ、これを効かせるでしょう。その時に、この右下のこの羽と、この霧と、この霧の2箇所が残ってるわけなんですが、ここと、ここは似たような形だから、見合いっていうことにしといて、こう打てば、どっちか打てるんじゃないっていう、こう来たらこうだし。みたいな風に考えとく感じですかね。まあ、とりあえず、はい、まあ、そう。A 一択になってますね。A うん、そ左下が一番大きいです。左下が一番大きいですね。はい、いやー、まあ細かく見らしいもね、結構ね、いやそうなんですよ、そこ打っときたい意味はすごいあって、やっぱ若干この中央の黒っていうのがね、少し一抹の不安があるので、まあ C に打っときたい気持ちは確かにありますね、うんうん、C 大きいですね、 C 大きいですね、あの中央も字つくし、まあ、とりあえず、ね、まあ A を決めて C に打つのがまあ一番いいような気がしますね、うん、ですね、そんな気がしますね、これ A 決めて、だんだん平田先生もアドバイスをしてくださるようになっている。まあでもまあ現実的にこれが一番、でも一番大事なアドバイスした時皆さん聞かずに切ってここ取れましたからね。そこ切ったら、いや切ったらやばいよって、あれはね私の助けが遅れたんですよ。あれだから全然違うことに意識を向けてしまって、あれはね私のね責任だと思ってて申し訳ないなと思って、あの時にまあだから右上が5個取られちゃったので、まあ、今は接戦になってますね。そうですね、うん、そう右辺ね、5個取れたのはね、うん、僕としては嬉しかったですね、妨害の妨害の利益でしたね。いやでもあの場面はね、逼迫して難しかったから、確かに正しく対応するのが難しかった場面ではあったんですけどね。こっちですね、まあ、A が最有力候補になってます、うん、A が一番大きいし、まあ、A が B だと思いますね、確かに、うん、A か B ですね、はい、先手で決めるところを打って手止まりに回っても白は熱い、なんということだ、悲しい情報じゃないですか。強いですね、2線の紙取り、2線の紙取りはね基本6目で、うんうんうん、で跳ねる手が1線跳ねる手が先手の場合は、まあ、その2目跳ねが先手なんで8目なんで、例えば上辺の右の方の紙取りはこれ8目ですね、基本的にはこの手が8目の手ですね、はい、で左上の方がちょっと大きいですね、跳ねが先手になる、まあ大きいと言っても、まあでもまあ微妙なんですけど、まあ跳ねが、まあ、8と3分の2とかですかね、3分の2大体なんかね、その計算方法があるんですよね、で3分の2っていう数字は、まあ、現実的にはあんまりないんですけど、その計算方法としてそういうのが出てくるわけですね。これちなみにね、何目ぐらい白がいいんですかっていうふうにねご質問いただいてるんですけど、質問ですか、どれぐらいなんですかね、差としては結構私の計算ではうん、そんなに大差じゃないと思うんですけどね。確かに大差ではないような気がしますね。何目ぐらいなんやろ。まあ、まあ、数目。二三目？うん。このままいけば2、3目って感じですかね。 2、3目だったらね、まだ逆転できる可能性は十分にあります。
ああ、これはそうそうそう、ここ大きいですね。見合いにしてたとこなので、はい、取って、あ、こっち来られるかな。あ、とりあえずこれはそうですね、抜きが大きいかなという、あ、ちょっと先に当番が違いましたね。大きいかなという場面ですかね。で、ここで何かしらの寄せを打たれた時に、まあこれにはね、こう打ったらこういう風に打つ手があるので、取ってね、こう切るような手がありますから、だからまあここはまあ伸びるしかない形、まあここも一線跳ねも打ち得ですね。早い段階に打っておくといい手の一つかなと思うんですが、まあそうですね、やはりそうですね、こう来られましたね。そうか、まあプロとなると分数まで計算するんですねってありましたけど、普段そうなんですか、分数まで計算されてますか。あ、まあ基本的にはそうですね。あ、でもまああんまり、なんだろう、勝敗に直結するとか、まあでも半目勝負とかだと結構やっぱでも何ですかね、でも計算するのが、計算する癖がついてるんで分数まで計算するっていうか、まあ、大体覚えてるの方が正しいかもしれないです。この形は何目とか覚えてるので、 あんまり計算してる感じではないです。形、寄せの形を全部頭の中でインプットしちゃってるから、うん、見た瞬間に、あ、これは何目だなとか。そう、例えばまあこの今、今僕まあ継ぎますけど、はい、これまあ7目、え、これ7目らしいですよとかは計算せずに、なんだろう、もうか分かる、覚えてるっていう感じですね、うん、それはまたすごいですね。確かに、でもファイルにしてそういうデータを取ってる先生も見たことはあります。なんかどこで勉強するんですか。平田先生優しいから緩めてほしいっていうコメントが緩めて半目勝負、あ、なるほど、なるほど、それを目指しましょう先生とか言って逆転の目処があるのか。あ、寄せ強い先生ですからね、何しろ。まあこれとこれは無難、 C もそうですね、打っといていい手の一つ。まあ、この手もいい手ですね。今候補に出てる手はいい手ですよね、全部。まあここでなんか今ね、候補にあったこの C が成立すれば嬉しいんですけどね。この場合は下がられちゃって、切っていってもちょうどね、黒が先に当たりになっちゃう形なので、残念ながらうまくいかないというわけで、まあこれ一発打って、これが先手で決まればいいんですけど、ちょっと後手引く可能性があるので、とりあえずこことかかな、こことかが大きいんですかね。うん、A も B も、 A も B もいいところですね。 C も D も全部、うん、E はやばいぞE は急所、急所なんだけど、 E は持ち込みにそのまま死んじゃうかな。ほっといて取られちゃうかもしれないですね。紙取り6目より大きかった、何がでしょう。紙取り6目、紙取り6目よりどの手が大きかったか。つまり例えば今黒を跳ねたところの紙取りは、この跳ねが先手なんで、あ、多分6より大きいという。そうですね、そうですね、この羽が先手になるから、まあ、6目よりちょっと大きな手っていうことですね。すみません、ありがとうございます。お客さん覚えたいですが、辞典みたいなのはないですかね。自分で計算して覚えるしかないですか。あ、まあ、そういうのもあるような気はしますけど、でもやっぱ1回は自分で計算して、これは何目ってやった方が覚えたとしても定着しやすいような気がするんで。なるほどね。でもそういう辞典があったら嬉しいですね。まあ確かに便利ですよね。
平田先生いかがですか、出版なんかそういう素晴らしい本を出していた、なんかなんだっけ、木算方法でした、木算形成判断の本は出したことはありますけど、はい、そうそう本出されてましたよね。いや素晴らしいご本で私も読ませていただいたんですけど。本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、読んでいただいて、形成判断の本ですごく分かりやすく計算の仕方とか書いてあってよかったんですけどね。富田さんは本出されないんですか。まあそのうち分かんないですね。分かんないですか、はい、実況の仕方とか。そうですね、もしかしたらあるかもしれません。あったらぜひ。これはありそうな感じですねその時はぜひご購入いただけたら嬉しいです。これまあ映画なのこうですが、なんか白がねどさくさに紛れて、しかし中央ふっくら字がついてきてる。自分の計算が合っているのか確認できない。それはありますけどね、それはどうしてもあるけど。ゲーム実況の本売れないでしょうきっと。え、そう、そうですか、そうですか、売れます。いや、囲碁の本よりは売れるんじゃないですか。本当ですか。でもいつも富田さんの YouTube 見て、なんていうんですかね、対局の動画出されてるじゃないですか。あ、はい、ネットで打ったやつとか、はい、あれ見てていつも思うのが、でも大体富田さん語れるじゃないですか。確かに、はい、でも相手の打った手に対してもう瞬間でいいことしか言わないんですよ。本当ですか。相手の手をもう決して悪く言わないし、でも明らかな悪手っていう場合もあるじゃないですか。でもなんかそういう時でもその手はこういうことを考えてるみたいな、もうその手のいいところしか言わないみたいなの瞬発力がすごいなと思って。いや光栄です。なんかちょっと考えれば、まあ、確かにそれを言えるかなと思うんですけど、もう常に褒める姿勢っていうんですか、なんかあれがすごいなと思って。光栄ですね。いや、そんな風に言っていただいて、いや見ていただいてるだけでもすごい嬉しいんですけど。僕が YouTube とかやるときはだいたいタイトル戦の解説が多いんで、うんうんうん、確かにそうですね、うん、でも僕はもう逆にガンガン言ってますけど、いやちょっと先生それはいやでもそれは悪手なんじゃないですか、あれが勉強になると思うんですよねいや私のそれをジョリホインボ戦平田先生に解説していただいたんですけど大好評でしたもんだって。なんか平田先生のトークと解説が面白くて長時間だったんですけど見ちゃったっていう風な風にお客さんも言ってましたし、コメントとかも多かったので、ねえ本当に素晴らしい。いやぜひ平田先生こそ YouTube チャンネルを作られたらすごい素晴らしいものができると思うんですけどね。まあでもお忙しい多分ものすごく。いやいや、まあそんなこともないんですけど、うん、これはもう A と割り込むか、まあ竹譜に打つかの悩みですが、しかしここに打ったところでその白が全部つながっちゃってるので狙いがそんなになさそうだから、これがまあ自然かなとは思うんですけどね。あとはまあ、ほとんど、あでもこの辺りに来ればあとは微細な寄せしかないんですけど、写真集希望ってありますよ。富田さんの本、本じゃなくて写真集がいい。何の写真ですか、打ってるところなんかコスプレとかしたらどうですか。コスプレ、あなるほど。なんかでも女流棋士のそういうのありましたよね、なんか写真集。あ、はいはいはい、ありましたね、フォトブックでしたっけ、うんうんうん、なんかそういうのありましたよね。それこそ囲碁フォーカスの今司会をしている稲葉かりんちゃん。あ、そうですね、かりんちゃんとか星合さんとか、そう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 出てたと思います。人生の頃からあんなに喋りながら手合いしてたんですか。いやしてないですね、さすがに。さすがに喋りながらって言ったらね怒られますから、うんうん、人生師範の先生がいて怒られるんですよ。厳しい先生でしたね。そうですね、うん、いや今やもうあの時でもちゃんとそうやって教育してくださった。確かに、おかげで感謝してますけどね。コスプレね、どんなコスプレがいいでしょうね。もしコスプレするとしたらやっぱ鬼滅の刃とかですか。最近流行りの、あポケモン、そうかそうか、ポケモンのコスプレはワンチャンありですね。確かにいつも人形を後ろに置いてやらせていただいてるから、それを見てくださってる、嬉しい。
相手の方好きです、ゲーム実況だとなやつになりますが、なんとかなやつとか言ってなんかね口が悪くなってしまって申し訳ない。いやそれがねやっぱいいんですよ、魅力なんですよ。いやいや本当に口が悪くて自分で後でショック受けるんですけど、のめり込んでるんですよねあれね。とこれちょっと待ってくださいね、これはでも寄せ、まあ、はい、でもそうです、まあ、A がいいですね、が一番大きいですね、はいはい、これなんかちょっとこのまま持っとくと跳ね出しがあるんで、例えば他のところになんか打っちゃうとここに跳ね出されちゃってこうやってこっちから当てて取られるような筋が残るので、これは A がいいと思いますよ。うん、いや皆さんありがとうございます。はい、これはそうですね、こっちがいいかなと、うん、思いますね。まあ、細かいからね最後まで寄せを打っていきたいと思いますが、まあ本当に素晴らしい碁ですよね、見応えがめちゃくちゃありますし、まだまだわからない、相手が平田先生じゃなければあのねまだわかんないと思うんですよ、私とかだったらスペシャリストですからね、相手が。この A は先手だからあの無難ですよね。なんかでもイベントとかあったらいいですよね、棋士がコスプレしてなんかなんだろう、なんかするみたいな YouTube とかで例えば。確かに、うん、そういうのあったら面白いかもしれないですね。まあ、コスプレして 何をするのかっていうのがまたまあ企画を考えないといけないし、何のチャンネルで配信するのかとかも日本棋院のチャンネルとかですか、あこのパンダネットさんとか例えば、そうパンダネットさんで配信そうするとかですね、うん、飛び先チャンネルに言うことを言うか、いやいやありがとうございます。確かに僕あのそうですよ、僕自分のチャンネルはなんで飛田さんのところで飛田さんと打つとかでもいいですけどね、囲碁実況ですか、でそう僕と対局してっていうのでしたらもう全然いつでもあの呼ばれたら行くので。そうですよね、パンダネットさんでそういう企画を作ってくださったらむしろなんか実況コスプレコスプレもしないといけないんですか、チャンネルでもいいんですけど、まあまあ、私のチャンネルでもいいんですけどね、まあでも面白いですね、そういう交流のなんかがあったら、今回とかもね面白い企画だなと思ってやらせていただいて、これ楽しいですね、はい、まあ、打つのは楽しいですし、打つのも楽しいし、200人以上の方とね打ってますからね。そう参加者200人超えてますね。すごい。こっちは350人の方が見ておられますからね。すごいですね。250名の方と対局していると。それはすごいですね。250名打ちなんてできないですからね。いや無理ですよ。最大何名打ちまでしたことあります？8ですね、私は。そんなに多くないと思うんですよ。僕は20面打ちぐらいしたことあるんですよ。おでも子供たち相手に。でもね、すごいしんどかったです。それでも20面きつくないですか？こう、もう、なんだろう、走ってね。端から端までババババババって。あ、走るようにしますね。で、子供たちなんで、なんか2手打っちゃう子とかいるんですよ。ああ、いますね。はい、もうそういうのも、もう分かんなくなってくるんで、20面もあると。うん、あの時はね結構大変でしたね。でもちゃんと気づくんですか？いやもうなんだろう、まあ楽しんでもらえばいいかなと思ってそんなに咎めず、はい、咎めず。優しい平田先生、優しい方ですね本当に。20、まあでもね普通まあなんでしょう、3名打ちとか4名打ちが多いですかね、やるときは。まあ平均はそうですよね、平均はそうですね。おはじきさん、囲碁初心者で気になったの見に来ました、ありがとうございます。ジェリーさんもありがとうございます。ここすごい見てくださってみたいです。すごい身長が分かれてる、身長の話になってますね。私168なんですよ。これすごい、もうドンピシャ当ててる人いますよ。いや言ったんですよ一回、パンダネットさんの、ね、あの、なんか紹介動画を作ってくださった時に、でもそうそう本当にファンの方ですね。そう見ていただいてありがとうございます。僕はね177か8ぐらいだと思うんですけど、まあなん、うん、高いですね、それぐらいです。高いですよね。山さんより山先生ね、意外にねそんなに大きくないんですよ。ああ、
でもね、オーラが違うんで。オーラすごいですよね。生で見たことある方どれぐらいいらっしゃるかわからないですけど、なんか空気変わりますよね。うん、これ A と B ってどっちが大きいんだろう。 A と C が C だけ覚えたんですよね。3と、なんだっけ、3分の1、はい、そうです、ですよね、はい、だから C の方が大きいんかな。 A も味がいいけど、まあ、C はね、あ、違う、 BBBB C は後手ですよね、これ。お、そうですね。いや、うん、そうか。あれ、受ける気だったんですか。あれ、いや、割り込みがあるのかなと思ったんですけど、切って切りに下がればいいんですね。なるほど、はい、それ、その通りです。今気づきました。こうやってこうやってこうやって、これ先手になればいいんですけど、ここからここに打たれた時にこの手がねあるかなって思ったんですよね。こうやって切って連絡できるので、なんですが、こうなった時にここでこう下がる手がいい手で、切った時にここにやられて、これまあ打って返しで何もないってことですね。つまり手を抜くことがまあできるということなんですが、でもなんか味悪くないですか。気持ち悪い、確かに。大丈夫かな、ほっといていいのかっていう。これはだからちょっと悩ませにいきますよ。怖いな。確かに気持ち悪いんですよね。これなんかほっとくと、なんだろう、こうやってこうやって、例えばこういう手にこういう風に打っちゃったりすると、こういうような手があるので、まあ、こうやる手があるのかどうかみたいな話になって、まあ、持っときますか。気持ち悪いですね、確かに。ちょっと気持ち悪いんで。うん、これは一本入れましたね。やりました。ちょっと寄せ得しました。まあそうですね、今 A か中央、うん、中央、まあ伸びか、ね、まあ、A か、まあ、BC はあんまり意味はないかな。うん、まあ、まあ、A がいい、が本線ですかね。 A がいいですよ。 E がね、後手なんですよね。これで一目の得の手なんですけど、まあ A かな、 A ですかね、一番大きそうなのは。このあたりになってくると、もう計算はもう出るんですか、完璧にこう、もう、あ、どっちが何目勝ちだなみたいな。ああ、まあ確かにここまでくれば大体わかりますかね。わかりますか。はい。まあ、しかし、まあ、でもお楽しみということで。お楽しみで、黒は最善の寄せをひたすら打っていく感じで。まあわかんないですよ、でも。で、つなぎで。そうですね、まああとはもう本当に1目2目の寄せかなという感じですね。ここら辺が少し大きいのかな。うん、あ、まあこれはそうですね、これもまあこうやってこうやれば、まあ、2個陣地がつくので大きな手ですね。そうですね、まあ、ここも大きか、まあ、ほとんど見合いみたいなところですかね、うん、そうですね。ここで B が候補手に上がっているんですが、 B はちょっとね、 B は危ないです。出ていかれちゃいますね、これ白がね。 B ね、切ってもね、上辺も、ね、右側も生きてるので、はい、生きてますよね。だからこれはちょっと危ないということで、まあ無難に A がいいかなと思いますね。うん、あとはそうですよね、右下とか中央付近ですかね。まあこの辺が1目ですけど、これがまあ確実に2目の手、うん、まあ A か B か、そうですね、そういった感じですよね。まあでもね、実はね、まあそうね、右下よりも中央か、うん、天元に打つ方が天元か若干大
き。なるほど、全然気がつきませんでしたね。ですね。まあ C、C かな。C 大きいですね。うん。A はね、ただの二目なんで。A は確実に二目ですね。なるほど、そうか。まあそんな変わんないですけどね。あ、A に打ちましたね。まあ私が A を推奨しましたしね。まあほとんど変わらないので。なんとか分のなんとかみたいな世界ですか。そうですね。それかもう多分全く結果同じになるか。ああ。微差みたいな感じだし。まあ A、B、B、まあ B もね大きいという話を、ああでもまあこれは、そうですね、当たりなんで、はい、これはつないでください。跳ねたところですからね。そっか、もうすごいですね、250人の方が参加して候補出してる。こんなイベントなかなかないですね、本当に。さっきのため打ちの話じゃないですけど。そうですよ、本当に。マックスでもそんな20とかなんで。うん、マックスでも20ですね、はい。こう寄せは全部同じに見えますね、確かに。でもプロでもね、なんかミスが出ることってありますよね。 NHK 杯とかもそうですけど、なんか本当にもう終わりだなっていう時とかにあって驚くような。ご経験ありますか、平田先生は。僕はあんまりないんですけど終盤ではなんかそうですね、そんな勝ちだと思って最後やらかして負けたみたいなことはないかな、プロになってからは。特にね、なんか一番悔しい負け方ですよね。まあ、そうですよね。でも多分、まあ、でも僕あんまり頑張らないんで、そのなんていうんですか、何もせずに負けてしまったみたいなことはありますけど、はい、なんかやらかして負けるってことは少ないかなと思います。へえ、いや羨ましい限りですね。まあ確かにな、でもなんかミスとかなさそうです、平田先生のイメージ的に全部正確に。確かに、まあ相手がミスしてくれることの方が多いですね。どっちかといえば。言ってみたいですね。さすがですね。劉先生の激しい動画を見た後は平田先生優しく見えます。ああ、確かに劉先生はね、迫力が、劉先生の碁は何て言うんですかね、圧がすごいですね。なんか圧力で、なんだったかな。迫力か、迫力と、私の碁は迫力が、みたいな。ことを言われてたような。ご本人が。はい。僕はね、迫力からはね、かけ離れてる。いや、そうなんですかね。なんか基本的には妥協してるんで。あ、井山先生とかはね、迷ったら最強みたいな。あ、そうですね。でもなんか割とでもそういう人が多いですよね。まあ井山先生がそれで結果残されてるからかもしれないですけど、はい、僕はね、迷ったらね、妥協するタイプなんですよ。迷ったら安全な方で行こうっていう。まあ、私はそういう風に打つといいですよとは日頃から言ってるんですけど、実際にそういう風に言われてる先生がいらっしゃることで安心しました。迷ったら妥協、まあでもここは性格とか工夫とか、とか、まあ確かに性格によりますね。ありそうですよね。もう大体一本道ですか先生、これは。そうですね、はい、もうほとんど終わりですか。うん、終わりそうですね。跳ねて押さえて、ここでなんかつながない規模を計算しなくてよければなって、まあそれはね確かに思いますよ私も。ああ、まあ計算しなくても別に打つことはできますけどね。最善の寄せを打つ、いやなんかそうやってる先生もいらっしゃった気がしますよ。ひたすら最善手を打ち続けるって。でも大差な碁を見たことがあるんですけど、何回か本当に計算してないんだなと思ってそれでも可愛いですね。可愛い。 G
押しはそうですね、計算しなくてもいいですね。まあ、投げるときっていうのはもう本当にでもよっぽどもうね勝機がないなって思ったんですね。そうそう、これはね、そうなんです、皆さんこういう風に当たりだからつなぎたくなるじゃないですか。ここにね跳ねるのがあの手筋でね、こう押さえたときにここでまあ放っとくんですね。まあ、例えばこことかに打って、まあ、こ取ってもこう繋いでまた反抗になってくるっていうことで一目弱だから、こういうふうに両方跳ねておくっていうのが結構ねこの形の時にいい手だって言われてますね。あ、なんか雰囲気で勝ってるかどうか分かるみたいな、あでもそういう先生もいらっしゃいますよね。あ、確かにそうですね。そうですね、いつの間に攻めてるはずがいつの間にか囲まれるってでもよくありますね。ありますね、これ多いですよね。取ろう取ろうは取られの元とかいうふうにも言いますけど、なんかいつの間にか死んでるみたいな。まあこれはこうかな。五目は大差ですか。五目を、まあそうです、僕細かいっていうのは一目半かかかな。二目半だとまあって思いますね。うん、5目ぐらい全部細かいっていつも言ってるような気がします。あでもまあ言うときはそうですね、自分の中で自分が対局してるときは2目半からはまあ、その計算しなくてもいいかなっていう、まあ、要するにもう動かないってことですね。そうですね、1目半だと心配なので計算しますけど、はい、そうですね。つなぎかな、つなぎで、まあ、特に心配はなさそうですよね。まあ、B も候補は、 B は 1.5 ん、まあ、A も B もどっちもありそうですが、まあまあ A が普通の感覚ですかね。まあ確かに、でもこれあれなんですよね、ここに A に打っても、あそうですね、A に受けても受けてもね後で減っちゃうんで、そこは受ける必要ないです。うん、消えちゃうから A も B も不要かなという気がしますね。確かに気持ち悪い形なんですが、まあごめんなさい、まあこことかこことかここですかね。 ABC、 しかし ABC で固まっている。まあでも、まあ、まあ B は大丈夫です。 B はしかしありです、はい、先手なんで B は先手だからありですね。 B は確かに次に切る手を残してますからね、白に対してこう切っていって、うん、打つ手があるからいいんですが、まあ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 A に打たれましたね。まあ、ちょっとずつ獲得したかな。まああんまり変わりは、そうですね、変わらないですけど、微妙なとこですね。プロの方布石どこまで記憶してるんですかっていうご質問が。あ、いや何も記憶はしてないです基本的には。なんか定石とかはある。あ、まあそういうのある程度、まあこんなのあったかなぐらいは、でも覚えようと思って覚えてるわけではないですね。まあ、見といて、そういう棋譜があったなっていうのは見ておいてっていうぐらいですかね。そうですね、そうですよね。記憶というよりはこれは先手だから打ち得ですね。はい、これもまあ先手で効くでしょうね。あ、 A はでも打つ必要がないかもしれませんね、これ。はい、ここに打ってもつながれてコウが残っちゃうので、ここに少し狙いが残っちゃうので、これはまあこっちから
打つ？そうですね、あとは B、D、E、そうですね、まあもうほとんど終わりなので、まあ A かなっていう感じですね。まあそうですね、うん、A が、はい、で、そうですね、そこで A でつないで、はい、ほとんど終わりですか。終わりですかね。まあ終局がね、分かりづらいっていうのがね、まあ、特に初心者の方にも一番多い、一番終局だとこうですかね。あ、こうね、その2つで最初つまずく方が多いんですけど、うん、だからこのこうっていうのがね、大きく見えるんですけど、半コウって言われてるくらいなので、実は一目弱だったりするんですよね。あの、例えばこの手よりもこっちの方が大きいっていうことがあったりしますね。 C は、あ、 C はまあ現状今すぐは大丈夫だから打たなくてもいいところですね。まあこれは一回取っといて、まあ熱戦でしたがね、終わりを迎えようとしていますね。そうですね、はい。ここはまあ D、B、A、 まあ A がまあ1目で、まあ、B とか D がやっぱり多いってことは、まあ、中央のなんか手入れをすごい気にされてますね。はい、あれ？ギリギリ耐えてるのかな。確かに気持ち悪い形なんですけど、例えば何か打ったとして、まあ一応こういう風に打っていっても、ここにね打てない形ですから取られちゃうので、まあ、一応まあ手入れは今のところはまあ大丈夫ですかね。確かに気持ち悪いですね。耐えてるような気がしますね。ライブをされるのは1曲、今日は1曲ですね、はい、今日はこの1曲で、でこの後ちょっとチャンネル移動して、あのパンダネットさんのチャンネルで、うんうんうん、あの平田先生と私と一緒に、あの、まあ、この後ちょっと簡単に振り返らせていただくっていうね企画があります。とりあえず対局はこの1曲ですね。いや、1曲でもなんかすごいなんか濃厚だったような気がするんですけど、確かにここまで長かったですね。なんかね、長い戦いでしたよね、はい、2時間以上、2時間半戦ってますもんね、まあ、うん、まあどうしようかな、まあ、まあいいか、取ります。それで中央行って入れてもらって、中央は最後は手入れがいりますね、これ、そうですね、最後手入れのいるのと、あ、 A はね、 A はね、損ですね、が、まあ、こういう風になった時に、A はね、一目損する可能性があるんで、これが残るので、え、 A、 あ、 A は打たない方がいいですよ。 A は打たない方がいいですね。そうですね、まあ、うん、まあこういうふうにやるのかな、まあ、D でも C でも、あ、そうですそうですそうです、中央守っておけば大丈夫です。そうですね、中央守って終局です。うんうん、中央守っていただいて、これ終わりですね。はい。これでも最後、これダメ詰めまでやるんでしたっけ？なくても大丈夫ですか？はい、じゃあこれで、でも手入れの場所だけはやった方がいいですね。あ、はい。これって右下、左下、左下行って入れますね。はい。じゃああと何、私が打ったらいいですかね、こちらで。そうです。あ、はい、わかりました。ここで、そうですね、そこ行っているんですよね。これで大丈夫ですかね。これでパスすればいいんですか。はい。ん、はい。3回しました。で、あと計算をしていただく感じですね。自動でね、計算してください。あ、はい。あ、クリック。はい。上げ石を取って、これ
で JI 計算ボタンを押せばいいのかな、はい、今ね計算中ですね。これ何ですか、元の画面に戻りますですか。あ、そのままです。あ、そのままですか。はい、あ、はい、はい、白が75目、黒が66目で、僕の9目勝ちとなりました。はい、白9目勝ち。あ、そうですね。はい、あ、9目半ですね。はい、事後は勝ちなので。白が9目半勝ちということになりました。いやー、皆さんも長い間ありがとうございました。お疲れ様でした。見ていただいて。いやー、やっぱり平田先生の要請がちょっと追いつけなかったですね。右上で5目取られちゃって、まあ、細かかったんですけど。そうですね、うん、まあ、そこら辺がポイントでしたかね、うん、いやもう本当にずっと苦しくて、確か右上でなんか白がね取られそうだったところで5目取れたんで、まあ、そのあたりで難しくなって、その後ちょっと得して逆転したかなという一局でしたけど、うん、はい、あれ皆さんも強かったですね。いや強かったですね。もう特に最初の方はもうどうなることかと思って早く終わるんじゃないかと思っちゃいましたけど、最終的には、はい、熱戦になってよかったです。いや本当に素晴らしい、あの内容と企画でした。 はい、ありがとうございました。じゃあこの後ちょっとですね、あのパンダネットさんの囲碁チャンネルの方で、あの振り返りを行いますので、もしよかったらぜひそちらの方も遊びに来てください。はい、初めて観戦しましたが楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです、本当に。嬉しいです。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。